はい、皆さん、こんばんは。は6月11日の週刊ジェッツのお時間です。ということで、北条さん、今週もお願いいたします。お願いします。本日は、7時10分だったかな。はい、日本代表戦があるということで、そうですね。はい、お昼に、当日昼に収録という形式でお届けしております。はい。そうですね。ですが、なんかやること。ちょっと不慣れですけどね。そうあですまね。りなんか明るいっていうね、感じですけど、はい。まあ、やることは変わらず、いつも通変わり。らず、はい。19節。まあ、ついに折り返し節になったんですけど、いこれ。やー、もうついに折り返しですもんね。前はい。半戦最後。そうですね。早はい。いっすね、俺。で、今。いつもね、だったら、前半戦振り返りみたいな総括みたいなのをちょっとやろうかなと思ったんですけど、まあ、長崎対いわきがまだやってないっていそうですう、よね。明ね。日だよね。明日。あ、あ、違ったっ6け？月明日って言うの二か。十何日とかだったような気があ、しそっまかすそっね。か。そっかそっか。はい。ルちょっヴァとンカッ先きか。プがね、ちょっと残念ながら長崎は敗退そうですにね。ね、ちょっとなってしまった新んで潟すかね。な？そう新ですね。潟新潟対が何年ぶりっすかな？8年ぶり、9年ぶりみたいな感じで、ああ、ほね、んプライムと。ステージというベスト8ですけど。両方はでい。も結構ガチメンバーだったね、第2戦はね。両そう方。ですね。はい。ちょっと面白かった。まあ、結果的にはね、これ、第1戦が、新潟がね、そう先でしたにね。勝ってたんで、まあ、勝そってたれが、ね。ね、第2戦自体はドローでしたけどっていう、はい、とこですよね。惜しかったっすね。はい。まあ、プライムステージ、我らが J2 代表、ヴァンフォーレ甲府まだ残ってますので、いここかやー、らそうか。ちょっと楽しみですね。いちょっまとね、す頑の張ってで、ほしい。頑張っはてほい、しい。頑張ってほしいなというふうに思います。はい。で、やっぱ今年ちょっと変則的なのがですね、あと5試合をやるとですね、中断期間にそう入っなんだよて、ね。まあ約2週間、はい。まあ清水対スタッドランスとかもね、その期間そうあったりでするんですけど、まあそのタイミングでちょっと前半戦っていうかここまでを総括みたいな感じでやろうかなというふうにはなるほど。思っております。そうですね。はい。了解です。ということで、いつも通り、第10、9節、まあ、長崎対いわきちょっとやって、まだやっていないので、6月26なので、9試合を振り返っていくということになります。なんかではい。も、あれですね、6月半ばでもう折り返しって そうですね。早早いでいですね、すほんとね。ね。了解。じゃあ、北条さんの表彰から、はい、お願いいたします。まず、ベストチーム。ベストチームは、今回は千葉を、選ばせてもらいました。これはもうね、相手、レノファっていうね、しかも、アウェーで。なかなか難攻不落のレノファのね、守備組織をね、崩して、2点取って、勝った。まあ実際崩してっていうかね、フリーキック、見事なね、フリーキックでしたけど、まあ、点を取り切って、まあ勝ったっていう、まあ素晴らしいゲームをできたんじゃないかなということで、千葉を、選ばせてもらいました。で、続いてベストゴール。まあベストゴールも、ね、たくさんいろいろいいゴールあったんですけど、その中で、選んだのは、岩渕選手。はい、4試合連続ゴ4ールで戦す。連発をね、はい。まあ、実際は田中選手のね、スルーパスも見事だったんですけどね。ベストアシストに選びたいなぐらいのね、感じで、だったんですけど、まあ、そのスルーパスを、まあ、ファーストタッチも良かったですし、まあ、その後ですよね、キーパーの動きをしっかり見て、ちょーんとこうボールをね、浮かしてね、あの辺の落ち着き冷静さ素晴らしかったですね。で、貴重な同点ゴールだったで、選びました。で、続いてベストプレイヤー。ベストプレイヤーは、今回、清水の乾選手。まあ、乾選手ね、一時期ね、怪我して、まあ、戻ってきてからね、徐々にこう、コンディションが上がってきて、まあ、今はもうなんかこの試合見る限り、もう、絶好調というような、もう立ち回りでしたよね。もう前半の初っ端からね、いきなり自陣から、キーパーがちょっと前に出てると見切ってね、ロングシュート狙ったりとか、まあ、あの辺からもなんかもうちょっと今日ノリノリになってくな、みたいなね、感じありましたけど、その後もスルーパス連発してね、ビッグチャンスを作り続け、まあ、1点ね、後半、味方の折り返しをゴール前に切り込んでいってね、まあ、決定機があって、まあ、ちょっとそこをね、枠外しちゃいましたけど、でもその後もね、しっかり北川選手にね、アシストをして、まあ、勝ちに結びつけるっていうね、まあ、素晴らしいパフォーマンスだったなと思いましたね。で、最後、ベストアシスト。ベストアシスト、まあ、いいアシストあったんですが、僕が選んだのは、仙台の、この岩選手。これね、この間、
盛り上がゴリさん、森山監督と話したときに、いやー、クロスがなかなか点にならないんだよみたいな話を、森さんが知ってたばっかりで、なかなか精度がね、練習してるけどなとか言ってたんですけど、まあ、見事ね、そのゴリさんのぼやきを払拭するような、もう見事な突破から折り返しをね、見事決めて、まあ、作りも素晴らしかったんですけどね、菅田選手の縦パスでライン間でボール受けて、ゴーケ選手が前向いて、で、オープンに展開して、オナイ選手の仕掛けの時間と空間をね、作ってあげて、で、そのままゴーケ選手にニアに入っていってね、うん、で、クロスを合わせるって、もう本当素晴らしいボールだったなっていう感じでしたけどね、まあ、その中でも特に、はい、まあ、オナイ選手のアシストは光ったっていうことで、選ばせてもらいました。はい。はい。はい、じゃあ、続いて僕の表彰なんですが、はいはい、まずベストチームは、はい、愛媛市ということで、まあ、7試合ぶりの、はい、勝利だったというとこと、ね、はい、まあ、内容を含めて、まあ、かなり水戸にシュートを打たれて、まあ、チャンスっぽいチャンスも、まあね、谷本選手の見事な決勝点でしたけど、うん、まあ、フリーキックとかありましたけど、まあ、水戸の方がかなりゴールに迫るチャンスあって、うん、まあ、徳重選手中心に、守り抜いて久々の勝ちと、うん、まあ、やっぱここで愛媛も開幕期がずっとね、いい時期があって、うん、そこからちょっとね、大量失点で大変あったりとか、なんかこう苦しい試合耐えて耐えてみたいな感じで、なんかよちょっとずつこう光が見えてきたところで、うん、ここでやっぱずるずるいかないっていうことが、ね、ね、まずはこう、ジェッツに残るっていうところを、ね、第一目標にもっともっと上を見据えていくっていう、そういうチームだと思うので、うん、はい、まあ、ホームでね、いい勝利だったかなというふうには思いました。ね、はい、はい。これちなみにあの収録版なんであれですけど、うん、サムネは谷本選手ということで、今週になっております。はい、はい。いいですね、谷本選手、いい選手だな。はい、はい。好きですね。はい、はい、で、ベストゴールは、はい、ロアッソ熊本、尾崎選手のゴールですね。はいはい、まあ、一番ボールをつなぐ熊本と一番つながない秋田という、うん、の、ね、対戦だったわけですけども、はい、まあ、こう、プレス対、はい、ね、よくリバプール対マンチェスターシティが戦うときとかに、ね、こう一時期はさ、こうパスとプレスどっちが、ね、はい、強いんだみたいに言われてましたけど、はいはい、まあ、見事なこのワンツーからの黒木選手の展開、うん、吉田選手のクロス、うん、まあ、尾崎選手のニアの動き含めて、うん、はい、素晴らしかったかなというふうに、はい、まあ、一連の動きですね。そうですね。はい、もうすべて連動した動きが素晴らしかったです。はい。はい。はい、続いてベストプレイヤーは、ジェフの日高選手にしました。おお、はい。鈴木大輔選手とちょっとどっちかで悩んで。うん、確かにね。悩むよね、そこね。はい、悩むね。確かにね。けど、日高選手、はい、まあ、フリーキックも見事だったんですけど、うん、やっぱだんだん気温が上がってくると、なんか日高選手の動きが良くなっていくような、うん、ちょっとなんか中長距離のこのスプリント力というか、ね、なんか、なんか原付き、ね、原付きぐらい速いときって確かに、ね、ループぐらいはスピード出るじゃん。そうですね、ちょっと、うん、搭載してるギアがちょっと人と違うんじゃないかっていうぐらい。飛んでるエンジンがちょっと違う感じしますね。すねはい。まあ、攻撃、守備、フリーキック、はい、まあ、クロス含めて、はい、うん、もうすべてで素晴らしかったかなというところでございます。はい。はい、はい、ベストセーブは、はい、2週連続、うん、林選手。そうはい、仙台ちょっと残念ながら、まあ、勝ちきれなかったですけど、まあ、うん、89分あの内藤選手の抜け出しですね、はいはい、まあ、あそこが一番の決定機、あれは大きかったね、はい、だったと思いますので、あそこの、まあ、2連続セーブ、まあ、前を詰めるみたいなところで、うん、まあ、内藤選手視点のお話とかもちょっと聞いてみたいですけど、まあ、相当多分この圧というか、そうね、あったんじゃないかなというふうには思ったので、はい、ね、2週連続、配信して、選ばせていただきました。はい。はい。はい、では、試合を振り返っていきましょう。はい。はい、まずは、秋田対、はい、大本。はい。はい、まあ、今節はなんか、2点以上だったのが、なんか、千葉しかいないっていう、なんか、すごいロースコア、なんか、説だったんですけど。そうなんですよね。引き分けもね、あったしね。うん、そうですね、うん。なかなかね。はい、点が入らない感じでしたけど。そうですね。はい。はい、こちら1対1、まあ、この試合もね、引き分けでしたけどね。うん、でも、さっきね、石井が冒頭で触れた通り、一番パスのチームとつながるチームって意味で、めちゃめちゃ面白いね。対照的なね、チーム同士の対戦で、まあ、お互いの色、まあ自分たちの色、どっちがね、強くね、出せたかっていうようなね、多分試合になるかなと思ったんですけど、まあ一つ試合の流れを少しこう、微妙に変える、まあ
ね、決めてしまうようなところの一つのポイントになったのは、あのちょっと退場でしたかね。うん、そうですね。ちょっとね、岩佐選手の、まあ、2回目の警告が、まあ、一つ。まあ、それでね、熊本がちょっと、数が一人少ない状況で戦うっていうね、うん、ことになったので、まあ、それが、まあ、少しゲームの、少しじゃない、結構ね、ゲームの展開を、まあ、行方を決めてしまったかなっていう感じはちょっとありましたね。はい。うん、まあ、それだけに、まあ、ホームでね、戦っていた秋田とすると、勝ち越し、2点目が欲しいっていう感じ。うん、まあ、実際ね、攻撃でどんどんね、行ったんでね、チャンスも作ったので、あと1点入ればっていうとこ。まあ、ただ、よくね、まあ、先に失点をしてしまって、非常に苦しいね、状況ではあったんですけど、まあ、その後ね、まあ、しか追いついてっていうところまではね、行ったんで、まあ、最低限の、まあ、ノルマはもうクリアしたとはいえ、まあ、展開が展開だっただけにね、秋田としてはあと1点欲しかったっていう感じの試合になりましたね。そうですね。はい。まあね、退場してなかったら、あの、まあ、後半開始から阿部選手を、うん、まあ、入れて、うん、まあ、こう守備のところっていう、うね、感じで、まあね、ちょっと前線の選手、まあ、石川選手を削るというね、そういう交代感になってしまったので、うん、そうですね、まあ、11対11で、うんうん、見たら、もうちょっと面白いスタッツとか、ね、うん、違う結果に、うん、なっていたのかなとかも、うん、まあ、思ったりはしますかね。そうね、まあ、若干、まあでもね、審判の方もね、近くで見てたんで、うん、まあちょっとそれはしょうがないのかなと思ったんですけど、まあパッと見ね、そうか、これ会計局になっちゃうかっていう感じをちょっとね、何にしてもあらずではあったんですけどね。はい。まあでもしょうがないですね。そうね。そうですね。ね、はい。吉田選手ね、いい、うん、あの、まあこの先制点となる大崎選手の、まあ、見事な、ね、このクロスだったり、うん、ね、いいプレーをね、今季戻ってきてずっとしてるんですが、これ退場、これ2回目なんですよね。岩城戦も退場になってて、ね、ちょっとそこは、ね、まあその、まあ微妙なその紙一重なところでね、選手たち戦ってるんで。まあ、そうなんだ、本当ね、紙一重なんだと思うんだよね。決して、あの、故意にスパイクの裏をね、見せようとしてこうやってる選手なんて、まあほぼいないと思うんで。はい。どうしてもね、一気がかり上そうなっちゃうようなことがちょっと起きるというかね。まあでもあれも結局、スパイク切り替えて、ボール奪いに行くっていう姿勢の表れでもあるので、はい、それ自体はすごくいいんですけどね。うん。うん、なんかちょっとだろう。もったいないっていうかね、もったいないというか、なんだろうな、ちょっと不運というかね、うん、うん、の感じはちょっとしますけど。そうですね。うん、はい、まあやっぱね、数的不利になってもちろん勝つパターンとか、引き分けるとか、うん、なんか追いつくとか、まあそういうパターンもありますけど、基本的には不利なので、うん、どう考えても。特に夏場以降とかだと、ね、いやいくら、ね、消耗かかるので。いくら熊本はとはいえど、やっぱり一人少なくなると、さすがにね、そうですね。さすがにちょっと厳しい。ですよね、はい、うん、しかもね、うん、1点を追う立場ね、まあ、秋田がガンガン来るのはもう目に見えてるわけですから、はい、まあそういう意味じゃ、まあよくね、熊本の方はまあしのいで、まあ、8.1 っていうね、うん、まあ大木さんも多分ね、試合後、まあ仕方がないですかね、引き分けっていうのはねっていうような話はね、されてたんで、まあそうかなっていう感じですかね。はい。うん、まあ秋田としても、まあ、不運だったというか、まあ、これも本当紙一重ですけど、ネット自体は3回揺らしていると。うん、2回。そうなんだよね。セットプレイ。あれも本当、アンラッキーで、アンラッキーだよね。うん、2回あったからね、はい、本当ね。あのヘディングでね。はい、前半は、まあ、多分キーパー佐藤選手の前に立っていたという、まあ、とこでの、うん、まあ、ファールを取られ、ね、小松選手のヘッドはオフサイドだった。うん、みたいですね。佐藤選手のクロスのシーン。うん、はい、まあ、ちょっと難しいですね。まあ、JS は特にね、VR ないんで ね、 でね。まあ、微妙なジャッジのところはね、もうしょうがないんでね。初心せ、ね、審判の方々のジャッジになっちゃうんで。まあ、ちょっとアンラッキーでしたね。そうですね。はい。あ、まあ、その中でも、ね、後半、うん、まあ、こう、一人少ない熊本に対して、まあ、こう、攻め込んでいく姿勢っていうところは、ね、うん、まあ、見せて、そうですね、まあ、ゴールが生まれたと、中村選手も、うん、まあ、今季初ゴールというか、まあ、結構久々の、ね、ゴールだったと、いや、本当ですね、いうことなので、うん、はい、だからもうそれぞれ、なんだろう、お互いの、その、まあ、得点周り部分はね、すごくそれぞれの持ち味が出た形の、まあ、秋田だったらプレスキックを、ね、うん、上手に生かすとか、はい、まあ、熊本だったら下からしっかりつないで崩していくみたいなね、それこそミッシーがベストゴールに、俺も本当に、これ、ベストゴールにしたいなぐらいに、あと迷った。はい、あのシーンではあったんで、
まあ、見事なね、崩しだったんで、まあ、あれもね、食うか食われるかみたいな世界なんで、はい、はい、もうまさに、あのね、あの、食われずに、ボールをね、うまく逃がした熊本の勝ちだったのがね、あの先制点でしたけどね。そうですね。はい、うん。まあ、ああいうシーンも見れたりとか、だからまあ、ニュートラルな立場でね、試合見させてもらった側からすると、すごく面白い試合ではあったんだけど、まあ、やっぱ勝ちがね、お互い欲しいってなった時に、見た時にはちょっと飽きたらね、もう一押し欲しかったっていう感じでしたかね。はいはい、まあ、こう、全世界的に思考するスタイルが、まあ、かなり似通ってきていて、うん、まあ、その中にどういう個性を持った選手がいるかみたいな戦いに、現代サッカーになってると思うんですけど、うん、まあ、その中で、ね、すごくこう特徴のある、ジェツ流れにチーム同士の対戦だったので、そうだね、うん、ちょっとリターンマッチ、ね、また面白い試合が、ね、うん、見られそうな気はしますけども。うん、はい、そうに、確かにね、戦い方似てるというのはあるとは思うんだけど、例えば、ただ将棋の世界もさ、やっぱり戦術的な流行みたいなのやっぱあるんだけど、うん、将棋の場合は、お互いに戦う戦力が一緒だから、基本的に。ああ、そうですね。はい、だからまあ、それは筋が通るんだけど、サッカーの場合、戦力がそもそも将棋と違って、戦力が違うんで、うん、みんな同じ戦い方をするのってどう考えてもさ、合理的じゃないんだよね。だから本来は、おのおのが違った戦い方をする方が本来合理的なはずなんだけどね。うん。うん、そういう意味では、お互いかなり、この秋田の熊本はかなり独自路線を行ってるチームなんで、すごく面白いっていうね。しかもまあかなりね、両極端のチーム同士なんで、お互い自分たちの土俵にどうやって引っ張り込むかっていう争いがすごくまあ楽しかったんだけど、ただ一つやっぱりでもいいなと思ってね、やっぱこの両チームってすごく共通してるところあるじゃない。はい。これだけスタイルが違うんだけど、切り替えを早くするとか、球際を戦うとかっていう、本当サッカーの本当に大事な部分みたいなのをお互い大事にするチームなので、はい、だからすごく面白い試合になったなって感じですよね。うん。と、うん、いう気がしましたね。はい。はい。まあ、ということで、まあ、最終的なスタッツで言うと、うん、まあ、保持率は熊本が55ぐらい握ってるんですが、うん、まあ、シュート数は秋田が20本、まあ、熊本8本だったと。はい、まあ、そのうち、うん、まあ、ね、後半かなり攻め立てるシーンがあった中で、うん、まあ、勝ち越しまで至らなかったっていうところ。にはなりますかね。し、熊本は前、ね、アウェーで、まあ、1人少ない中で、はい、まあ、勝ち点1はまあ悪くなる、はい、ね、はい。まあでもね、熊本もね、うまく、ね、先制できただけにね、そうですね、本当で、横江はまあそのままね、はい、うまくね、試合進めたかったところではないんですけどね、はい、まあしょうがないですね、まあ、アクションとね、ね、なってっていう、はい。はい。っていう感じですかね。はい。はい、じゃあ続いて、はい、続いては甲府対仙台、うん、こちらも1対1の引き分けと。はい、はい、いうことになりました。そうでしたね。まあこれもね、まああの、まあ引き分けっていうね、形にはなっちゃいましたけど、まあ仙台としてはね、すごくその狙いをね、うまく生かした形で点が取れたので、まあそのままね、うまくまた追加点を取り、勝ちに持っていくっていうところでもね、いけばね、仙台としては良かったんでしょうけど、うん、まあちょっとね、あの、もったいない形での、うん、まあ、失点もちょっとあったので、はい、まあ、ちょっとね、あの、この間、森さんともその話したときに、やっぱりその、どうしてもね、自分たちである程度、ボールを動かしながら攻めるってことにチャレンジしてるんで、で、それにやっぱり裏返しとして、やっぱりエラーがついてきて、まあ、それで失点になってしまうみたいな。まあ、どうしてもやっぱりリスクを犯してる分、まあ、それが失点につながっちゃう部分もあるんだよねって話はしてたんですけど、まあ、それが一つ。まあ、出てしまったかなっていう感じではあったんだけどね。はい、うん、ただまあそこで2点目をね、取りに行くってことができればよかったんですけど、まあ何にしろ、それもね、仙台もね、何しろ2点差で勝った試合が前半戦結局一度もなかったっていう感じで、はい。はい。まあなかなかね、得点をこう、こうね、2点3点って取っていくのがなかなかちょっと難しい状況にあるので、まあそれも多分後半戦に向けた仙台の課題ではあるとは思うんですけど、ただ徐々に、まあ、良くなってるなっていうのがまさにあの先制点のね、場面によく現れていて、あそこのライン感をどうやってね、こうボールを入れて、で、攻めに行くかっていうのはずっとトライしてきたことなんで、まあ、あのシーンもね、一番後ろの菅田選手からのね、勝俣さんいいタイミングでね、ゴーゲ選手に入って、で、ゴーゲ選手がターンして前向いてっていうところまで行ったんで、まあ、ただね、あそこ、まああれがね、仙台としてはまあできると、まあ攻撃の形はよりバリエーションも広がるんで、まああそこから、真ん中を崩しに行ったり、まあ、真ん中に行くぞっ
って見せて、まあ、相手のディフェンダーをね、中に集めてから外を使うとかっていう、まあ、いろんなバリエーションができるので、まあ、その一つがね、まさにあの形になったんで。で、まあ、グリさんもその、オナイオ選手をね、どうしてもジョージを、あの、なんとか生かしてチームを作りたいって開幕前にやっぱ言って、思ってたのが、まあ、形になって、まあ、素晴らしいアシストにもなったし、まあ、冒頭でもね、ちょっと触れた、まあ、ちょっとなかなかあの、クロスからね、点にならないっていう課題を仙台抱えてたっていうのもあるので、まあ、そういう意味でもすごくトータルで考えてもいいゴールではあったっていうのは間違いなくて、うん、はい、まあ、あれをだからポジティブな要素をして、まあ、次に持っていきたいっていうのは、まあ、仙台に行こうっていう。はい、ただ、まあ、ミスがね、ちょっとあったので、うん、まあ、ちょっとそれが、まあ、残念というかね。そうですね。はい。まあ、アダユトン選手にあそこでちょっともうボールを渡したら、はい、まあ、もう2人でも3人でも彼は行っちゃうっていう。まあまあ、どういうことが待ってるかっていうのはね、はい、まあ、容易に想像がつきますよね。はい。うん、だから、あの辺も、うん、まあ、ちょっとタイミング的にはちょっと遅かったかもしれないんだけど、あのシーンは、うん、まあ、多分そのね、長澤選手が、ちょっとまあ、怒ってたっていうかね、あのシーンでね。ちゃんとポジショニングのことだったと思うんだけど、多分、マサイ選手にもう少しこうさ、後ろから前かわかんないけど、まあ、ちょっと多分、ポジショニングに関して多分話だと思うんだけど、で、この後なんだよね。この後、失点の後だと思うんだけど、あの、オナヨ選手とゴーゲ選手のポジションをちょっと入れ替えたんだよね。うん。っていうのは、あそこ、まあ、マサイ選手はね、大外回りで攻撃していくのが得意なサイドバックの選手で、ただ同時にその前にいるオナヨ選手も、大外からワイドからね、うん、縦に仕掛けてっていう、まあ、ちょっと若干あそこキャラかぶりしてるんだよね、2人がね、はい。それでちょっとポジショニング的にちょっと渋滞を起こしてしまうっていうことはどうしてもこうあって、まあ、あのシーンはそれは一つだったかなと思うんだけどね。で、その後、まあ、ちょっとまあ、森さんもね、ちょっと、まあ、ちょっとそこはまずいかっていうことで、あの、ゴーゲ選手とオナヨ選手はポジション入れ替えると。まあ、ゴーゲ選手はね、外に行っても、まあ、基本的にはまあ中に入ってきてボール受けるのが得意な選手なんで、まあ、そこマセ選手とのその、まあ、ポジションのね、例のまあ使い分けみたいなのがうまくできるだろうって判断だと思うんだけど、まああれが初めからね、そういう形がもし取れてればね、より良かったんだろうなと思うんだけど、まあそれもね、結果論というか、まあね、逆に言ったら先制点をね、小野選手が外に張ってたことで、あの先制点が生まれてるので、うん、そうですね。まあ、うん、まあだからそれどっちがどっちっても難しいけどね、うん。まあ、まあその辺もだからまあね、あや勝負のあやだったかなと思うけども、仙台側からするとちょっとね、ミス絡みだったんで、ちょっともったいなかったっていうのはあるけど、はい、まあ、ただあの失点があったとしても、やっぱ2点目が取りに行けるようなね、うん、チームに、やっぱしていこうじゃないかっていうのが、まあ、森山監督のね、まあ、意向なので、まあ、それはぜひね、後半戦、それを実現できるようなね、チームにしてほしいですね。はい。はい、まあ、同じ選手は前節のね、いわき戦で、まあ、こうね、トップ下というか、シャドウみたいなところで、はい、まあ、実際結果を出して、はい、うん、いたので、はいはい、まあ、そこの何でしょうポジションのところっていうところは、うん、まあ、後半戦ちょっと注目ですかね。そうですね、はい、だからまあ、うんうん、おそらく仙台が自分たちがボールを握る時間がねある程度相手より多いであろうっていう、まあ、予測がある程度つくであればね、あのポジション移動、まあ、ポジションプレーをやる意味があると思うんで、あのね、ボールなかなか持てないとポジションプレーとかポジション移動だっつっても移動する時間がなくなっちゃって、うん、だからある程度こう相手より後ろでねしっかりボールを動かしながら、まあ、そこしょこのおるがね所定のいいポジションをまあ移動していってっていう、まあ、時間が必要なんである程度ね、うん、まあ、それができるようになれば郷家選手を外に小野谷選手を中にっていうポジションの、はい、まあ置き方もまあいいのかなっていう感じだよね。でやっぱ小野谷選手が一番前にいると相手のディフェンダーが嫌だろうなと思うんだよね。まあそうですね。どう見ても背後にポンと縦ポンされた時に、どう見てもこれやら、俺たち勝てねえだろうっていうのが、ね、まあ、相手のセンターバックに対してのもう無言のプレッシャーになるのはもう間違いないので、うん、まあその意味でもまあ、あのね、効果あるだろうなっていう感じなんで、まあその辺も含めて多分ね、次どんなかね、感じで使っていくのがすごく楽しいですね、センターはね。はい。はい、まあ、甲府はちょっとかなりね、うん、メンバーのやりくりが苦しい中、苦しいですね、さらに、まあ、ヘナト選手が、うん、まあ、前半の開始、ね、そうそうで。痛かったですね、ヘナト選手のね、まあちょっと負傷退場になってしまって、うん、まあ、関口選手を、まあ、最終ラインに下げ、ね、うん、まあ、井戸選手を投入するというところで、ね、はい、はい、まあ、ちょっとね、メンバーが、うん、
ね、なかなか苦しいところではあるんですけど、まあ、外国籍選手はね、まあ、宇高選手や大本選手もいい活躍を、ね、ずっとしているというふうには思うんですが、ちょっと後ろが、はい、開幕期から比べそうっるとすだいぶメンバーがちょっとね。変わってきたなというところまあで、もちろんね、はい、みんな能力高い選手だから、もうこなうん、せないわけではないんだけど、やっそうぱりですね。ね、そこはやっぱ本職の選手がね、やっぱりもちろん言ってくれた方が、まあそれはね、いいに越したことないので、まあその意味ではすごくね、スクランブル状態が続いてる感じはちょっとね、するはするけどね。そうで何すしろ、ね。まあ大見さんもね、リベロとしてはすごくいいんだけど、まあ、センターバックというよりもね、やっぱアンカーの選手だし、基本的にはね。で、そこにさらに関口選手なんで、後ろ3枚、真ん中3枚なんだけど、まあ実質センターバックはね、今選手って感じがどうしようね。まああるので、まあその辺の難しさちょっとあるかそうですね。な。まあちょっとだから本当ね、ここはちょっと今、辛抱しなきゃいけない部分というかね。まあ、これだけね、選手がいないと、ちょっとね、やりくりも本当、ね、篠田監督も本当にやりくり大変だろうなっていう感じはちょっとあるので、まあ、特にでもね、やっぱディフェンスはね、本当大事なので、まあ、特にね、甲府、まあ、篠田監督になっていこうね、しっかりこう、手堅いそのね、守備を、まあ、一つね、大きなチームの武器として持ってるだけにね、まあ、そこにちょっとね、怪我人等々がこう、相次いでしまうと、ちょっと難しいというかね、まあ逆に思い切って、じゃあそれを逆手に取って攻撃的に行こうっていう、まあ考え方も一方ではあるのかもしれないけど、まあそれになっちゃうとね、もうチーム作りそのものをね、転換しなきゃいけないみたいな、ちょっと難しさも出てくるんで、うわ、本当非常に今本当我慢のしどころかなっていう感じですよそうですね。ね。ただまあこの試合もね、まあ危ない感じ、まあ先にね、失点してかなり、で、なんていうか、まあ怪我人も出て、まあ難しい状況ではあったけれども、まあ相手のね、ミスをうまくついて、まあ点が取れてね。まあ勝ち点1は取れたので、まあそこはまあ良かった部分ではもちろんあると思うんだよね。ただまあね、ホームでね、なかなか勝てないっていう前半戦だったんで、まあなんとかね、勝ちたいって思いはもちろんあったと思うんだけど、まあでも今辛抱のしどころかなっていうね、感じですそうですね。まあ一方で、木村ね。選手がね、久々に戻ってきたりとかっていう部分もあるので、まあ内藤選手もね、あと一歩みたいなところで、だいね、この、最後ね、ね。もう結構ね、この1ヶ月ぐらいで試合機会を、まあ、得ていそうる部分ではあすね。る2件の増やしで、てね。はい。そうですね。だからまあ、そういうね、チャンスを巡ってきた選手たちがね、ここでうまくね、それを活かして、アピールして、まあ、チーム内のね、競争力を上げるみたいなことがもううまくね、できればね、それに越したことももちろんないですけどね。まあ、でもよく勝ち点1と取れたっていう感じもちょっとあるんじゃないですそうかですね。ね。はい。いや、ほんとこれ以上でもね、怪我人が出ないことを祈るばかりですね。ほんとね。ですね。はい。感でじですは、ね。はい。続いてが、清水、藤枝、まあ、静岡、ダービーということで1対0。北川選手の、はい、ゴールで清水が勝利ということで、アイスタでは、まあ、前半戦結局負けてない。負けてないんじゃないですかね、ね。まあもちろんね、アウェーゲームではもちろん。まあこれで連敗もないのかな。そうですね、はい、前節は山口に敗れましそうたですね。が、はい、ここは連まあこ敗れでね、しよた。くね、町田の黒田監督がよく言ってるけど、やっぱりね、連敗をとにかくしないってことは本当大事だっていうことだね。連敗すると、こう、ずるずるいってしまうっていうね、よくそれは言ってたんだけど、まあそういう意味では、ね、しっかり連敗をこう、ね、避けて、しっかり勝ち点3を取ったっていうのは本当に大きい勝利だったんですね。清水だって。まあ確かにスコア1点差なんだけれども、まあ内容を見ると、まあ2点、3点取れてもおかしくなかったかなっていうチャンスは実際作れていたんで。だからすごく、しかもこの試合に向けて、まあ一つこう、3バックで入ったのは頭から3バックが今季初めてだったかな。ただまあ、3でね、途中から3に変えてっていうケースはよくあってっていう。まあ特に、まあ相手が特に3枚のチーム。まあ、今季 J2 はね、3枚のチームは増えてるんだけれども、まあ、3枚のチームに対して、まあ、もうだったらもう初めから行くかっていう。まあ、これよく秋葉監督に聞くと、まあ、意図は、まあ、要は、マンツーマンに近い状態に、まあ、立ち位置合わせちゃった方が、まあ、1対1で我々の方が有利なんでっていう話はね、してたので、まあ、このやり方よっていう。
で、それは多分念頭に、秋葉監督の念頭にあるのは、まあ、1対1の状況に、ね、なれば、要するに守備しやすいだろうと、うん。プレスではめに行きやすいだろうって意図が多分あるんだよね。まあ、実際ね、あの水戸時代からもガン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 行けっていうのがね、はい、秋葉監督のね、ポリシーではあるんで。ただ、それはいい面もあったんだけど、まあ、そこはでも藤枝ですよ。うん、もうずっと3で戦ってきてるチームで、当然相手が3。数合わせではめに来てくるチームも当然ある中で、いやいや我々はそこはマンツーマンにならないのでちゃんと人を動かしてやりますよっていうのをずっとやってきたチームなんで、そんなに簡単にはまんなかったんだね、うん、あの清水の意図通りには、はい、うん、っていうのが、まあ、藤枝、まあ藤枝特にね、あのキーパーの北村選手がねビルドアップに入ってくるんで、もうその時点でも完全に一人多い状態でビルドアップするから、まあまあはめるのは難しいんだよね本来。まあ、その中でも、でもやっぱり圧がやっぱあったんだと思うんだよね。まあ、ちょっとやっぱ、藤枝の方も、ちょっと長いボールを使った時に、少しこう、ロストして、まあ、相手に渡るシーンがちょっとあったので、まあ、それで、あの、まあ、清水もね、敵陣で試合する時間が、まあ、特に前半なんかね、長かったけれども、ただ、ボールの保持率自体は結果的に前半だけ見ても、藤枝の方が多かったですからね。まあ、だから、一回藤枝のボール持たれちゃうと、ね、なかなかその、守備の部分ね、そのプレスではめに行くっていうところで、なかなかちょっとうまくボール奪えなかったっていうのは実際にはあったと思うんだけど、ただ一方で、あの自分たちが攻撃しに行ってボールを失った時のカウンタープレスはすごく良かったので、うん、まあ、そこでもう一回ボールすぐに奪い返して攻撃するっていうシーンがすごくあって、でそれでまあ敵陣でね試合をする時間が長くなったっていうのが意図があるんで、だからまあ、うん、そういう意味ではその守備、まあ秋葉監督が狙いとした守備の部分はまあ半分ぐらいかなって感じではあるんだけど、一方で攻撃がすごく良かったので、これ、まあ、要は、まあ、3、4日の方が、まあ、初めからね、だってどのチームもそうなんだけど、あの大体あの攻撃するときって、この3、4、2という形、あるいは3、2、5になって攻めるチームはほとんどでしょ、4バックのチームでも。そうですね。はい、ペッポのワンシーもそもそもそうなんだけど、だから初めからあの攻撃しやすい立ち位置を取ってプレーしてるので、しかもレーンのそれこそね、さっき仙台でもちょっと触れたけど、レーンに同じレーンに下が重なっちゃうみたいなことが基本3、4人じゃないので、だワイドの選手と中の選手っていうのはもう綺麗に色分けされていて、で、特にあの、まあ、ライン間に特にね、この前バイトレーナーだったり、まあ、北川選手がトップにいて、まあ、その横にね、乾選手と、まあ、ルーカス選手がいて、まあ、少なくとも縦パスの当てどころが3つある、まあ、特に、ね、乾選手はキレッキレっていう感じで、まあ、すごく中にはボールがよく入っていったし、まあ、中に入っていったんで外も使いやすいっていう。だから前半終わった段階での、あの、よくね、あの、なんだ、攻撃のさ、どっから攻撃エリアみたいなのよく出るじゃん、打像ね、はいはい。あれも真ん中、左、中央ってみんなまんべんなくね、30% ぐらいのね、平均して。だからなかなかね、敵陣で攻撃する時間が長くて、まあ、相手ブロック組まれてる時って大体外ばっかりになっちゃうんだけどね。なかなか中させないんで、ボールを。だけど、まあ、30%も中からいけたっていうのは、まあ、それだけね、いいボールが中に入れられてしまう、まあ、証でもあるので、まあ、その意味では、すごく、まあ、中と外の使い分けみたいなのがうまくできたし、まあ、実際チャンスも作れてたんで、攻撃に関しては、まあ、その、まあ、3、4、2、1の、ね、形で、戦った、まあ、メリット、プラス面みたいなのがすごく出てたんじゃないかなっていうのはあったけどね。はい。うん。っていう感じ。まあ、ただ、実際でもね、点にはならなかったので、まあ、そこはちょっとね、見てる人も、まあ、イライラする部分ももしかしたらあったかもしれないね。これだけチャンス作れずに点が入らないかっていうのもあったのかもしれないけど、うん、まあでもね、試合は90分で、まあ1点取ってね、仕留めればもう勝ちなんでっていうところで、まああのね、あの北川選手の決勝点が生まれるっていう、まああれも、まああの藤枝ね、まあプレス来て、まあかなりサイド際、ライン際追い詰められたんだけど、山原選手がうまくね、そこでボール下げずに、まあ、縦でフリーになってた、まあ、井上選手、ボールうまくね、あそこで繋いだ時点で、ま、勝負あったかなって感じでね。あのまま、そういう、まあ、井上選手が、ま、ゴール前切り込んでいってね、丁寧にラストパスを出してっていう。ただ、あの、北川選手のファーストタッチも絶妙だったんでね、まあ、あの、ボールの置きどころで、どこにでもシュート狙いぞっていう、まあ、状況作れたので、まあ、しっかりキーパー見ながら、まあ、逆サイドネットに流し込むっていうね、もうストライカーのお手本みたいなね、ゴール。まあ、あれで事実上ね、清水の、まあ、ゲームになったかなっていう感じでしたね。まあ、主導数は、まあ、藤枝の、まあ、もう4倍ぐらい打ってるという。いや、本当ですね。額
感じで、はまあ、一い。はい、方の藤枝のね、あのシュート本数は4本で枠内2なんですけど、まあ、共にもうこれは入っててもおかしくないんじゃないかっていうぐらいのスーパー、ね、ショットだったんで、まあ、権田選手というね、こう守護神がいたなっていうまあそうだ とね。こですかね。まああれは本当、でも前半のシュートってあれ一本だけなんだよね。まあ、そうで確すかに。ね。藤枝って。はい。まああのシーンだけちょっとね、一瞬、まあ、高橋選手と、まあ住吉選手が一瞬こう2人、2対1になったんだけど、どっちがチャレンジ行くんだって一瞬ためらって、住吉選手がちょっとまあ結果的にチャレンジすることになったんだけど、それ一瞬の、あれ？来なくていいの？打っちゃうよって感じでボンってね、打ったって感じでしたね。まあ、あの辺もでも矢村選手もね、今好調なんで、まあ、好調さを示すようなね、まさにシュートだったと思うけどね。まあ本当、権田選手、ナイスセーブでしたね、あれはそうですね、特にね、後半のあね。のショットはね、本当に枠いってるし、ね、かなりギリギリのところでかなりいいコースついてたようにも、ね、後ろからのカメラの映像、ね、もありましたけど、中継内で、そうに、ですね、なっていたので、あ、あだれからやっで、ね、ぱ点ね、が入んないとね、あれが逆に決められて、なんかあるあるになっちゃうんだけどね。なんか攻めてんのに点取れなくてやられちゃうってよくあるよねみたいなやつのね、シュート数が少なくてみたいな感じ。まあでもそうはならなかったのも、いやもちろん権田選手のね、スーパーセーブもあるし、やっぱしっかりね、チャンスで取り切ったっていうね、チャンスをしとうまくね、仕留めたっていう意味での、まあ、今季の清水のね、強さの証でもあるのかなっていう感じでしそうですね。たね。まあ、ただ、矢村選手のなんか動きのなんかキレみたいなところはね、こいこや、まそうだでね。直近2戦でまあ3点取ってるというストそうだライカーね。なので、はい。まあ、一まあ、あ方との、でもあれか。一つ触れなきゃいけない、あれだね。解説の田中潤あ、田選中手純也が、さん。何回も繰り返し言ってたけど、まあ、要は清水の決勝点が生まれる直前ぐらいに、ドーグラス短期選手をね、トップに入れたんだよね。で、トップに入れて、まあ、北川選手のポジション一つ落としてっていうところで。で、あのシーン、確かに、乾選手がドリブルでこう中に入っていくときに、ドーグラス選手短期が、こう、斜めにね、左側に、左の外の方にこう動くような感じで、相手のディフェンダー引っ張ってくれたんで、まあ、北川選手がフリーになったっていうね、まあ、そういう隠れた動きもしっかりこう見ていけば、まあ、ドーグラス短期選手はあそこに入れたことと、まあ、北川選手がね、ポジション一つ下げたっていう、まあ、秋葉采配ずばりってことにはもちろんなるっていうね、まあ、そういうシーンではあったかなっていう感じでしたね。田中純也さん、意外と解説が劇場型っていう。あ、まあまあ、来るだってかみたいな、結構ね。今までやったことないよね、多分ね。J1 とかでね、何なんの？試合か、やってんの？ピックアップマッチとかの、ね、ゲストやって解たっ説みけ？たいなの、確かにいらっしゃいましたけど、あ、清やってた水、か。藤枝とね、なんかこう、つながりみたいなところは、なんかイメージはね、ちょっと全然ないですけどね、柏とか神戸とか、なんかそういうイメージの、ピックアップマッチで神戸の試合やってたのかな、確かね、FC 東京と神戸だったかな、なんかだっああ。たような気がしたんですけど、なんかちょっと珍しい、そうだよね、感じがちょっね。まあとやっしぱましたね。柏のイメージ強いからそうですね。な。ああ。まあまあね。まあでもね、まあ、面白いですね。そうですなんか面ね。白かったですよ、でもなんか。はい。まあ、いこう、スろいトライろカーね。目線のね、そこの短期選手の動きとか、まあ、北川、矢村のこう両エースのね、部分のとことかっていうのは、なんかこう、フォワードっぽい、ね、解説っていうのも、面白かったたですだね。個人的には別に俺、北川選手はトップでも俺はいいと思ってるけどね、俺もね。別になんかシャドウじゃないといけないみたいなことないと思うけどそうですね。それまあ、はルぜカひ。ス選手とのコンディションの兼ね合いみたいなところになるんですそかれね、は完あ全る布と陣に思うなると。し、まあ、本当は理想を言えばね、あそこ2列目にね、乾、カルリニオスが並そうんですね、で、カルニそオのス選手前が。に、北川選手いたら、あそこのトライアングルはもうちょっとね、あそこにボール入っちゃうともうちょっと止めようがなくなっちゃうんじゃないかな。3人のコンビネーションでね、ボンボンボンってね、やられちゃうと思うんですよ。まあでもね、乾選手は今回は、本当キレキレだったので、しかもね、乾選手、交代ね、するのかなと思ったら、かなりね、引っ張られましたそうですね、86分まで、からね、最後ね。来ましたね。ね、だって、北川選手より、ね、北川選手がね、ベンチ下がってんのに、まだピッチにね、いたぐらいなんで、まあ逆に言ったらそれぐらいね、体もいい状態でプレーできてるっていう証拠だと思うんで、まあ、それも一つ、清水って大きいですかね。そうですね。まあ、前半戦最後にね、いいのやりっていうね。しかも、しっかりね、エースが決めてっていう。まあ、もう理想的じゃないですか。そうですね。で、権田選手のね、スーパーセーバーリで。まあ、もう、なしでしょう。
まあ、去年もアイスタでの第一戦は清水が勝って、まあ、スコアも、ね、全然違いますし、まあ去年は5-0でしたけど、まあ、リターンマッチで藤井が勝ったっていう歴史がちょっとあるので、また、ね、この静岡勢同士の対戦、第2戦はちょっと楽しみですね。そうですね。まあ、これね、本当だから、去年のね、流れからあってっていうことを考えるとね、すごく感慨深い部分は多分あると思うし、まあ、清水もまあしっかりここでね、勝ち切ったっていう、ただまあ、1-0だから当然、実力差詰まったのかって見方があるのかもしれないけど、ただまあ、点はね、実際チャンスがね、まあ、たくさんあったし、決定機ということで、ただ一方で、やっぱ清水、藤枝のね、ちょっと粘り強さみたいなのもすごくね、印象に残ったかなっていう感じですね。まあ、ね、しっかりこう、まあ押し込まれた状態でも、まあ崩れずにね、しっかり守って、体張って守ってっていう、まあ攻撃的なね、イメージのあるチームであるけれども、まあしっかりこう、我慢するとか我慢するっていうね、よく須藤監督言ってるけど、まあそれがまあ、そうね、できての、まあ0-1なんで、あ、これ多分負けてしまったけれども、まあこれはすごく次に、まあ十分ポジティブなものとして、次に引き継いでいけるようなことなんじゃないかな。だってね、あれだけの攻撃、まあ、1点に抑えたわけだから、まあ、それ簡単じゃないんでね。その意味では、まあ、むしろ点が取れなかったっていうことにフォーカスして、まあ、守備はすごく我慢する。まあ、やってね、しっかり自陣で、しっかり守るってことができれば、簡単にやられねえぞっていうのがね、アピールできたんじゃないかなと思いますけどね。じゃあ続いて、徳島、横浜市ですけども、まあ、このトップ2、まあ、長崎がまだ1試合、消化数が少ないという状況でありますが、連勝を重ねて、今、一番こう勢いのある横浜市、これ4連勝ということで、再び福盛選手、ゴールは今季初だったと。そうですね。まあ、今後は今季あったんですけどね。まあ、気がついたら一人で10点以上絡んでるんですよ、この人。現在 J2 でそのゴールプラスアシストの総数の、まあ、1位はエジガル選手が13点に絡んでいるんですけど、で2位が北川選手とマテウス選手が12で、小森選手と谷村選手が11で、彗星のごとくディフェンダーが現れるということで、10点に絡んでいる、もうね、こんな人いませんよ、本当になかなか。1得点、9アシスト。ということで、まあ、今季初ゴール、まあ、横浜市加入後初ゴールだったと、そうですいうね。ことですね。まあ、それがね、本当、虎のこの一点になるっていうか。そうですね、決勝点で4連勝と。まあ、本当に、まあ、これね、まあ、福森選手が本当、怪我とかね、サスペンションで出場停止でいないとかっていうゲームがね、ないので、あれですけど、もうちょっと福森選手の依存度がめちゃめちゃ高えなっていう感じすらちょっとあるからね。特に攻撃に関してはね。まあだから本当に、まあ、横浜市はもともと失点が少ない、まあ、守備の堅いチームであるけれども、今季はゴールラッシュというかね、量産型ではないので、ある意味、まあしっかりこう失点をね、抑えて、まあ、接戦をものにしていくっていうのが、まあ今季のね、前半戦の、まあ、横浜市の勝ちパターンであるんだけども、まあ、その接戦を制していくっていう意味での、まあ、福森選手は存在がでかすぎるっていうかね、まさにね、なかなか点が取れませんっていう時に、頼りになるのがセットプレーっていうのは、俺、もう定石としてね、よく言われることであるけれど、まあ、この試合はまさに、そのね、頼みのセットプレーから点が取るんで、しかも、まあ、俺が決めちゃいますって感じでね、まあ、決めたゴールなそうので、でまあ、本当福森様様っていう感すね。そうじはある。でっていうね。すね。俺が決めちゃいますの、そのポジションを奪ったのは俺が攻めちゃいますで、ね、自分で持ってるそうだなんね。で自分で受け取って、あ、振り切ってるからそうなんだでけどね。あすね。そこまで進出してってんのはすごいしそうね。ですね。右からのクロスのところ、児玉選手だったかな。まあ、そこのファそうールのでところが、まあ、自分で蹴ると。いうそうふうですに。ね。しかもね、もう、まあ、すごいのは、あのゴール決めてんだけど、本人としてはちょっと物足りないというか不満があるっていうかね。まあ、キックとしては正直ベストじゃないです、全然っていうね。狙ったところよりちょっと低いっちゃったのかな。まあ、相手にうまくね、当たんなかったんでも入りましたみたいな感じだったんで、弾道軌道自体は満足のいくものではなかったって話をね、知るあたりがまた面白いというかね。
まあそれでもね、まあ、入ればまあ1点は1点なんでっていうことであると思うんだけど、まあでも勝負強いっす、ね。まあそうですね。あのチャンス、はい。まあそもそもあの位置からフリーキックを蹴るチャンス自体がね、そんな多いわけじゃないので、うん、でもそのね、少ないチャンスをああやって、ものにして点にしてしまうんですからね、うん。やっぱり特別な人だっていうのが、本当にあのシーンでもよく現れてたなっていう感じでしたね。はい、うん、ね、はい。はい。まあ、あの1点があればね、今の横浜市だと、まあ、がっつり、ね、うん、守りを、ね、まず、行ってっていう風な戦い方にすると、まあ、10着勝ち点は取れますって感じになっちゃってるんでね。はい。はい、まあ、だから、まあ、徳島とすると、まあ、その先に失点してしまったのが、まあ、痛かったっていうことになるのかな、結論からするとね。そうですね。もう最後は、うん、まあ、ちょっともう、海家選手を、ね、前に残した状態でっていう感じで、うん、まあ、勝ち点1を、はい、まあ、3を。こう狙いに行った、うん、まあ、かなり ね、積極的に、ね、交代カード、うん、まあ、ドリブラーみたいな、ね、選手が、はい、ボルティス結構ベンチたくさんいるので、そういう選手を使いながら活性化、ね、はい、しましたが、マイク MC は硬かったなと。の手この手で言ってもね、いや、正直、徳島全然悪くないと思うっていうか、戦い方自体はね、うん、すごく良かったし、今、本当にね、今季、まあね、苦しいところはこう立ち直ってきてっていう、まあ、それを証明するような。ゲーム自体はね、内容もあったと思うんだけどね、ただ、必要なね、勝ち点を取るのに必要なそのゴールっていうところでね、はい、まあ、最後やらせてくんないのが、この予感らしいのはね、本当強さだなっていう感じでね、うん、まあ、本当に今見せていった通り、はい、まあ、交代選手も使いながら、まあ、いろんなあの手この手をね、使っていったのでね、うん、ただ本当にでもバランスは良くなってるし、まあ、そもそもね、これまでだったらね、その、あの手この手も何も、どうやってね、チームとして攻守をね、バランスを整えてサッカーするかっていうところにね、難しさ抱えそうだけに、まあ、今考えればね、すごくいいチームに仕上がってるなっていうところなんで、はい、まあ、ちょっとね、点が遠かったのはちょっと残念でしたけど、ただまあ、決してね、悲観するような内容ではなかったと思うし、うん、そうですね、うん、はい。まあね、ほとんど、後半なんか当然まあ横浜市がまあ点を取って先行したっていうのももちろんあるんだけれども、まあそれをまあ踏まえてもね、まあ自分たちのまあ主導権握ってサッカーしてたんで、まあ横浜市としてはかなりね苦しい戦いを強いられたのは間違いないので、はい、まあそこまで持ってってるっていうこと自体がね、まあ徳島としてはまあポジティブにね捉えてもいいかなと思って、うん、だから本当後半戦に向けて徳島本当にまあ希望がね、うん、あるなっていう感じでしたね。そうですね、はい、うん、っていう感じはしました本当に。まあちょっとね、小玉選手がね、はい、ちょっとファールね、最後ね、ゴール前し、あ、最後というかね、あの得点シーンでしちゃったけれども、まあまああの辺のエリアでねファールしちゃうと、まあああいうリスクがあるっていうのは、うん、まあ、特に横浜市相手の場合はね、そうですね、はい、うん、まあでもね、監督さんよく言うんだよね、いやもうここでファールしちゃいけないってもう口酸っぱく言ってるってどの監督も言うんだけど、まあ難しいんだよね、そうは言ってもみんな必死なわけだからさ。で、まあ、そこでね、当たりいかなくて、シュート狙われてね、点、失点したら元もないだろうってもあるし、まあ、その辺も難しさはあるかなって。まあ、あれはでもね、うまくね、福森選手が、児玉選手来るなっていうの分かって、ちょっと体を、ね、まあそうですね、横向きにしてね、ボールをちょっと誘った部分もあるので、まあ、あれはちょっと福森選手が技ありだったかな。まあ、上手だったっていう感じでしたね。はい、あとは、もう一個触れておきたい、本当に決勝点と多分同じぐらい価値あるんじゃないかっていうプレーが、うん、前半のアディショナルタイムの、チアゴ選手のクロスがちょっと流れたところの、FC の選手の、シュートですね。あれ、山根選手が、もうすごい体勢で、あれはスーパークリアでしたね。ね、あそこだってあれ、その前、だっていなかったんだよ、ピッチ上にね、確かに。どこから急に現れたんだみたいな感じで。クリアしたっていうね、あれも本当にあれ入ったんじゃないかって、多分ね、ちょっとゴールライン上でちょっと一瞬思うよね、分かんないぐらいのね、うん、レベルの感じだったので、うん、まあそこの、まあ、市川選手書き出したシーンと山田選手のライン上のあのクリアは、うん、まあ本当価値ある、ね、本当得点と同じぐらい価値あるプレーだった、ね、いや価値あるよね、はい、ふうに思いましたね、うん、そうですね、はい、あそこはちょっとぜひ触れておきたいなというところです、うん、まあだから逆に言うとこう山根選手のねやっぱ存在が一つ、まあ、この試合のポイントにもなった部分があるのは、うん、あの左でね橋本選手がね、はい、この試合ちょっとサブに回っていて、まあ、西野選手がね先発する形にはなったけど、どうもこれ西尾選手のコメントなんかを見てると、やっぱりこの山根選手をどう抑えるかっていう
ことにかなりやっぱり神経を使っていて、でやっぱり橋本選手はね、もちろん攻撃面ですごく素晴らしいんだけど、この山根選手の攻撃をどう封じるかってあたりで、うん、まあ西野選手がね、そのミッションを託されて試合に出てたみたいなことをまあご本人も話したんで、まあその辺がちょっとね、その先発起用に少しこう影響を与えたってことを考えると、まあそれも一つね、まあ徳島にとってね、かなり橋本選手のね、クロスがまあ武器になっていたんだね、はい、うん、まあアシスタントながらシーンも多かったし、まあ終盤ね、もちろん出てきて、まあ点をね取りに行かなきゃいけないっていうシーンで、まあ実際橋本選手交代選手なのにかなりハイライトでもね、いっぱい出てくるぐらい、そうですね、まあ、シュート、はい、絡んでいたぐらい、やっぱ彼はね、攻撃でキーマンにはもちろんなる選手であるんだけど、まあ彼が先発からね、いなかったっていう部分で、うん、まあそれなぜなのかっていったときに考えると、やっぱこの山根選手のね、はい、存在が一つも、ね、まあ、ポイントになったと思うんで、まあその意味でもね、すごく、まあ大きい存在だったのかなと思いますけどね。そうですね。山口にとってはね。はい、うん、まあ ね、シュートも精度高いですし、うん、クロスもあるし、はい、まあ守備でも本当、運動量多くね、うん、頑張れる。いやー、山根選手コンスタントにね、今季ね、活躍してて。まあ、ヨガムシがね、昇格した時もね、伊坂選手とかね、あそこね、はい、右のワイドに山下選手とかね、右のワイドにはね、いい選手たくさんいたけど、今季は山根選手がね、そうですね、素晴らしい活躍してるっていうね、はい。はい、いいですね。はい。もう彼伸び、生き生きプレーしてる。そうですね。はい。はい、じゃあ続いて、はい。はい、続いて、愛媛、水戸ですね。はい。はい、まあ、順位上も勝ち点的にもまあかなり近い、うん。そうでしたね。対戦相手でもあったと、はい。うん。これはもう冒頭でね、ミッシュは全部話してくれた通りなんだと思いますよ。もうベストチームにね、選ばれた通りで、本当に、まあ、かなりね、苦しい状況だったら間違いないと思うけれども、うん、ただまあ、先にね、点を取ってる、うん、まあ、中での試合運びなので、はい、まあ、もちろんね、シュート20本以上打たれちゃったかな。うん、まあ、そういう意味ではまあかなり苦しいのは間違いないけれども、そこで粘り強くね、体張って、まあ、もう失点を抑えたっていうね、すごくそれはやっぱ大きいことだし、まあ、これも全部ね、話としてつながってるんだと思うけど、やっぱり大敗からね、どうやってこの立て直すかっていうところで、徐々にね、この守備に力をまず入れて、栃木仙台引き分けてっていう、まあ、段階踏んできていて、うん、ここでね、完封して、っていうね、まあ、猛攻耐えてっていう、まあ、そういう意味ではすごく粘り強い戦いができたっていうのは、まあ、すごく、まあ、評価できる部分なんじゃないかなと思うし、はい、まあ、先制点がね、何より取れたっていうのはまあ大きいし、まあ、そこのね、やっぱり石浦、谷本っていうね、キーパー層の2人がね、まあ、点に絡んでくる点で個人的にはすごくね、良、はい、かったなと思ってますけど、まあ、それがやっぱりね、一つ後半のね、こうまあ、逆にミッドの方はね、追いかけても点取らなきゃいけないんで、かなりやっぱ焦りもね、うん、ある中での攻撃なんで、まあ、その辺の心理もよくね、考えながら、まあ、うまく、しのいでね、無失点に抑えて勝ち切ったっていうので、まあ、愛媛としては大きな一勝になったんじゃないですかね。はい、うん、まあ、だから本当に、まあ、おっしゃる通りで、その、うん、まあ、千葉に一難なっていうところの、まあ、その前もこうちょっとドローが続いてて、うん、ね、なかなかこう勝てない、まあ、特に徳島戦とかも中にあったりして、で、ね、前節は、まあ、その前その栃木戦はもう耐えながらなんとかも、うん、そうですね、もう人生も変えてね、まあ、ちょっととにかく失点はしないっていうことにね、フォーカスしてね、戦ったんだね、はい、っていう、まあ、その石丸監督の、まあ、決断、うん、本当にそれがやりたいことではないと思いますけど、うんうん、今どうすべきかっていうことを考えた上でこう決断していて、ね、前節はなんならもう勝ち越せるぐらいのチャンスがあるぐらい横浜市を追い詰めて、うん、最後の最後にこう、まあ、やられてしまってゼロっていう、そうですね、まあ、ちょっと内容とも見合ってないよなって、ね、で選手視点したと思っちゃうような、うん、っていうゲームがついてきた中で、やっぱここもからちょっとズルズルいっちゃうとかなりきつくなるというか、ね、ね、いいスタートを切っただけに残留争いとかっていうところに、ね、巻き込まれかねない状況だったと思うんで、そういう中で、うん、まあ、やっぱ断ち切った勝利だったかなというふうには思います。そうですね。はい、いやでもサッカーって不思議だよね。この間の試合で勝てなくて、はい、この試合で勝てるっていう、どうしてなのって考えちゃうよね、これ。はい、これ、まあ、ある意味、水戸の選手じゃそう思ってるかもしれないけど、逆にね。ね、はい、この間のその愛媛の選手たちの状態に今ね、水戸のがあるっていう感じだもんね、むしろ。ね、はい。ここまで行っても勝てねえか、みたいなね。うん、感じ、まあこれが
サッカーあるあるでもあるかもしれないですね。はい。うん。ただまあそこでしっかりね、こう粘り強く守りきるっていうね、そのタフなメンタルもね、やっぱ長いシーズンね、まあ、特に昇格してたばっかりの愛媛にとってはね、なかなか理想通り、自分たちは思い描く通りね、戦うっていうのはね、なかなか難しい部分もあるだろうから、まあそういう意味では現実的な意味でもね、しっかりこうやって、しのぎきって勝つっていうのは非常に大事な要素だと思うし、まあそうやってね、勝ちが拾えたのは大きいですね。そうですね。はい。うん。保持率、愛媛41、水戸59、うん、シュート数、うん、愛媛9、はい、水戸24。24だもんね。24もなかなかない数字だからね。そうですね。うん、はい、特に後半の、ね、まあ、試合の終了間際は、はい、本当にもう入っておかしくないようなシュートが、猛攻でしたよね。日本3本、はい、はい、あったので、ありましたね、まあ、栃木選手中心に、はい。うんうん、はい、まあ、最後まで守り抜いたっていう、まあ、かなり至近距離からね、うん、シュートとかもありますけど。そうだよね。はい、まあでもこれまでのやっぱり愛媛がね、前半戦勝ってきたゲームを振り返ってみても、やっぱりこの粘り強い守備っていうのが本当にね、うん、大きなポイントになってたと思うんでね。まあそういう意味では、あの大敗から考えてね、やっぱりここまでまたね、あの持ってきたっていうのがすごく良かったですね。そうですね。はい。まあ、谷本選手、その中で、うん、まあ、そこもね、こう、3列目からやっぱ攻め上がってきて、うん、はい、なんか、ちょっとイレギュラーな感じになりましたけど、そうですね。まあ、あれも、こう、なんか、はい、走り込んだ、ね、成果というか。いや、本当、谷本選手の持ち味が存分に出てるね、やっぱりね。うん、そうですね。やっぱ彼は、ゴール前にね、顔を出すのがやっぱりね、真骨頂の選手なんで、本当に、ね、はい、理想的な B2B なんでね、彼はね。そうですね。はい。うん、いい、よかったですね。まあ、そこでこぼれてくるのも、うん、こうね、走ったからこそだというふうには、はい、はい、本当思いました。はい。はい、よかったですね。そうですね。やっぱ彼がいるのはでかいと思うんだけどな。そうですね。本当に。毎試合見たいです、はい、本当に、はい。はい。いい選手ですね、はい、本当にね、はいはい。はい。水戸はこれで3連敗になってしまって、うん、5月の上旬とかかなりいい時期があって。そうですね。はい。まあ、前節はちょっとその判定のところでもね、ちょっと不運だったね、部分はあって。たんですけども、はい、ちょっともう一回ね、また後半戦ここからっていうところで、ね、ちょっともう一回ね、リスタートというか引き締めていかないとっていう、ね。いやだから本当ね、水戸を見てるとね、ちょっといろいろ考えちゃうんですよね。いや、もう素晴らしい戦いしてるからね、うん、アグレッシブだし、ね、水戸らしさみたいな、はい、本当よく出てる、うん、だけれども結果見るとね、だってね、ちょっとまあ不運な面もあるしってこうなっちゃうんで、うん、まあ、だからやっぱどうしてもやっぱりね、リスクを負ってサッカーしちゃうチームのやっぱり難しさみたいなのがやっぱりね、どうしてもちょっとあるのかなっていう。ただ見てる側とするとね、アグレッシブでどんどん前に、前にっていう姿勢がね、素晴らしいし、見てて本当楽しいなとは思うんだけどね。はい。まあ本当これ難しいね。だから本当逆にこの日のね、愛媛みたいに我慢すると我慢するっていうような時間帯もね、まあもう少し多くした方がいいのかもしれないけれども、ただまあそれができるかどうかもね、やっぱり先にね点を取るってことができるとね、そういう戦い方もちろんできるんだけどね、まあ、先に失点しちゃうとどうしてもねそれが難しくなっちゃうんで、うん、まあそこら辺からだからまあ先にどうしてもね失点すると難しくなるんで、みんなやっぱり手堅くっていう戦い方にどうしてもね、そうですね、フォーカスしやすいんだよね、だからね、うん、ただまあそこはね、あのしっかり自分たちポリシー持って、やっぱり若い選手たち多いし、前からアグレッシブ行くんだっていうね、姿勢をね、やっぱり出して戦ってもらいたいなと思うし、まあそれでね、まあ結果ついてくるとね、一番いいんだけどね。うん。まあそこら辺は状況次第ではあるんだろうけどね。ただやっぱりアグレッシブは見と、この先はやっぱ見たいんでね、うん、ここはもうちょっと我慢のしどころというかね。そうですね。いやっていうかね、あの戦い方をやってるからこそ、すげえなっていう勝利も多分あるんだよ。うん、いや間違いないです。こんな戦い方できるからこそやっぱり勝ち点3取れたんだみたいなことは当然あるので、それは手堅いね、サッカーしててはなかなか手に入らないような、ね、リターンも当然あると思うんで、まあ、それを信じてねちょっと戦ってほしいかなと思いますけどね。そうですね、うん、なんかこのね、まあ、監督変わったりとかいろいろありましたけど、うん、開幕節のあの戦い方見て
ね、いや、ああ、本今当。年見とこう、いいなっていいうとなっころていうは、ね。ね、誰が多分出うん。ても、そのスタイルっていうそうのは不変だと思うので、だまあ、ここからちょっとまた夏場になると、ね、いろね。いろこう、できること、できないことみたいなとうん。うん。うん。ころの取捨選択迫られるかもしれないですけど、まあ、スタイルは、うん、変わただず水戸はに、ね、やっぱり能力のあるね、若い選手たくさんいるんで、もう試合出たくてうずうずしてる選手たくさんいるだろうからね。そうでまあ、すそういう選ね。手を上手にね、うまく使いながら戦えば、まあ、その体力的な部分もね、まあ、相手に対してもアドバンテージ、優位性をね、保ちながら戦うことも多分できると思うんで、まあ、そこを生かしていってほしいそうですね。ですね。決して悪いわけじゃないんでね。ですね。っていう感じですかね。じゃ続いて、栃木群馬。まあ、今節のね、こう、裏天王山、19位栃木、20位群馬という、ですが、1対1の引き分けということで、まあ、ちょっとね、両チームともに白星からちょっと遠ざかっているんですけども、そうまあ、痛み分け、1ポイント分けようと。いう結果になりました。もう急遽、この試合取材に行きましょう、これ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。まあ、ちょっと奈良さんとはね、ちょっと会えなかったですけど、ちょっと取材に行って、まあ、ちょっとね、まあ、ある種、裏天王山ですから、ちょっとどうなのかなっていうのはちょっと気になってね、ちょっと行ったんですけど、まあ、確かに、でもね、やっぱりどうしてもね、こう、なかなかね、結果が今出ていないチーム同士の対戦でよくあるんだけど、お互いどうしてもね、2点目が取れなくて、まあ、引き分けるっていうね。痛み分けっていうことになることが本当に多いんですよね、こういう、状況にあるチーム同士の戦いってね。まあ、その意味では、まあ、お互いなんか勝ち点1取れたんだけど、もうお互い敗者のような感じになってしまうみたいなね。まあ、実際試合終わった後も、やっぱ両軍やっぱサポーターのね、まあ、特に栃木はね、12試合 ?13 試合かな勝ってないんでね。もうざっとざん、だ、この間、考えてみたら、この間取材に行ったのが大分戦だったんだけど、栃木に、関西スタジアムに行ったのが。その時ぐらい勝ってないっああ、ていそうですうよね。それがことだったん3で、月の、24ですね。だからもうほぼ3ヶ月近く勝ってないんでね。まあさすがに、サポーターの人もね、そりゃもうね、どうなってんだってことになるのはもうやむを得ないと思うんで、それはもう選手たちもね、監督さんも多分承知の上であると思うんだけど、ただまあ、まずその栃木の側からすると、まあ確かに、ちょっと勝ってないし、しかもホームゲームだぞと、しかもダービーだぞと、何より必要なのは何だ、結果だって話にもちろんなるんだと思うんだけどね、なるんだけど、その大事な結果がね、肝心の結果手に入らなかったっていうところで、まあ、サポーターの人にね、詰められても、それはある意味仕方がないかなと思うんだけども、ただ、後半戦に向けてっていうことを考えると、まあちょっとこれまでの流れと、まあちょっとかなり違ってんのかなと思うと、まあ去年のね、例えばこの栃木対群馬ってカード考えても、まあスタッツがいろいろ逆な感じはちょっとあるんで、っていうのですね。は、そのボールを、まあポジションの実感、あとシュート数、まあ、去年はね、群馬の方ももちろん高くて、群馬はね、全部、去年は全勝したのかな？あ、ダーそうビですね、ーで北ね。関東、良かったですね。でも、この試合に限ると、逆に、栃木がボールポゼッションで、まあ、6割以上かな？で、65%で、まあ、もちろんね、退場者出たっていう部分はあるにしても、でも、前半でももう67%ぐらいあったんでね、もう前半の時点でね。で、シュート数も圧倒的に上回ってるっていう。で、こういうスタッツって、今までは栃木でちょっと考えられないスタッツなので、まあ、同じ多分引き分けなんだけど、ちょっとこれまでとちょっと意味が違うぞっていうのが、この数値によく表れていて。ただまあ、どんな数値になるにしろ、いちいちで引き分け変わんねえだろうっていうのは、もうおっしゃる通りなんだけどね。おっしゃる通りであるんだけど、ただこの先のその流れを考えたときに、まあ、これだけのスタッツがこう変わるっていう。まあ、これがね、しかも、まだし、新さん、まあ、小林監督になってから、まあ、3週間弱くらいかな、まだね。それで、これだけの数値が変わるっていうのも、ちょっとなかなかない感じなんで。で、まあね、冒頭でもちょっとミシがちょっと話してくれた通り、まあちょっと中断期間ね、ちょっとあるって。まあ、もうちょっと早いタイミングで中断期間来たらより良かったんだと思うけど、まあ、時間が経てば経つほど、まあ、多分ね、こう、新さんが取り組もうとしてる新しいサッカーにトライしてるっていうのが、まあ、少しずつこう、
ね、形になってくるんだろうなって感じなんだけど、ただまあ当然ながら、これだけまあ違うことやってるんで、まあ、かなり栃木にとっては時間はかかるだろうなと。で、それなんでっていう、で、そのなんでって理由を説明していくと、この試合で引き分けたっていう理由の理由になっていくのかなって感じなんだけど、うん、確かにボールは持ってはいたんだけれども、うまいタイミングで効果的にね、ライン加入選手を使って攻めるとか、まあ、いろんなその課題みたいなのがやっぱり浮き彫りになるっていう。まあ、それはある意味、その、群馬ががっちりこうね、まあ、群馬は群馬で、やっぱ武藤がなってから、やっぱ手堅い、がっつりこうね、はい、まずは守備からっていう形になったので、まあ、しっかりブロックでっていうね、感じになってたので、まあ、もちろん群馬としては、どんどん本当はプレスに行ってボール奪いたいって意図はもちろんあるんだけれども、まず失点しないってことがあるので、そうなった時にがっちり守られて、相手に対してどうするかっていうのは、まあ、正直これまでの土地に出くわしたことがないシチュエーションじゃん、うん。それ相手側がそれを感じることなんで、基本的に栃木が相手にブロックがっつり組まれて、どうやって攻めんだみたいなシチュエーションになることってあんまりなかったんで、まあ、そういう意味ではかなりいきなり応用問題にぶち当たっちゃったみたいな感じになっちゃってるんで、栃木からするとね。で、まあ、この試合でちょっと一人誰かベストプレー選べって言われたら、俺は群馬のね、中城選手をベストプレーに選びたいぐらい、はい、っていうのは、もう彼も徹底的に南野選手に対してまあマークをしに行って、ほとんど彼に仕事させなかったんだよね。ハイライト映像を見ると、立ち上がりに南野選手がシュートを放つってシーンがもちろんあるんだけれども、はい、あれ以降ね、ほとんどね、もう仕事させてもらえなかった、ね。もうがっつり厳しいマークで。で、中城選手は確かに今季の前半戦ね、かなりその相手のディフェンス、アタッカーに対してのアプローチ、とか、まあ、ちょっと1対1抜かれたりとかって、まあ、いろんなその彼なりの、ね、反省する部分ももちろんあったんだと思うけど、ただこの試合に関しては本当にタイトに厳しく妥協のないディフェンスをして、まあ、あれだけ南野選手が苦しむシーンって今季見たことないくらい、うん、まあ、それで、ね、栃木の大事なその攻撃のね、そのシャドウのポイントを一つそこで失ってるっていうのが確かに栃木としては大きなその攻撃がね、うまく回る理想で回らなかった部分ってのはそれ一つ要因としてあるんだけれども、まあ、あと新さんがよく言ってたのはその縦パスをまっすぐ入れると、角度つけて縦パス入れなさいって、多分基本的にサッカーやってる人だったらどっかのタイミングで誰指導者の人多分言われてるんだと思うんだけど、まっすぐ縦パス入れたら相手背負った状態で前向けてたら無理なんだ、ほとんどメッシとかだったら別だけど、普通の選手は半身である程度角度がないとターンできないんだよね。まっすぐ降りてきてターンしろって、ほんと神業だから、うん、なかなか、だからその状態がちょっとたくさんあって、これで前向けって無理でしょみたいな縦パスがちょっと多かったって話をしていて、だこれもだからやっぱりね、3週間だけではもういろいろ他に言わなきゃいけないことがたくさんあって、まあ、そもそもそういうサッカーね、なかなか今は栃木してきてなかったので、どうやってそのライン間に縦パス入れんだみたいなとこからまあ話さなきゃいけないみたいな感じは多分状況としてあるんだよね。だからそこは、で、特にこの試合に関しては後ろのね、福島選手が久々にこう先発で出てっていう。で、試合中ずっとタッチライン際でもう、新さんがもう展開そっちのけで福島選手に言ってるわけで、こうやって持ち出して出すせみたいな指示をずっとタッチライン際で選手してるみたいなね。まあ、そんな状況もあって、うん、まあだからそう、まあある意味応用編にいきなりこうぶち当たってしまったっていう難しさが栃木としてはあったっていうね、のがあるっていう。まあそれでブロック崩し、まあブロック崩しなんて基本的にね、J1 のチームでも綺麗に今ブロック崩しできるチームって今ほとんどなくなっちゃってるんで、まあ、だからね、神戸とか町田が今ね、上位争いしてるんだけど、まあそれをいきなりね、まだ3、そういうサッカーを取り組んで3週間しか取ってないチームが、まあ、いきなりね、必死になってこうね、まあ、守備を、失点を避けるっていうね、チームでやってるっていう難しさはちょっとあったかなっていう感じはちょっとした、ね。栃木側からするとね。はい。うん。ただそういう中で多分大きな課題になるのは、今度どうしてもハイラインになっちゃうんで、その背後を突かれた時にどうそこをクリアするのかっていう。それがだから最初の、PK につながってしまった失点みたいなシーンはまさに、背後行かれた時の、まあ、対応っていうかね、その、まあ、あれはちょっと軽い失点だったかもしれないけどね、ちょっとね、滑らなくてもいいところで滑っちゃったっていう話は小橋監督もね、してたけれども、まあ、それで PK ね、取られてって感じだったけど、まあ、後半ね、早いタイミングでまあ追いつくことができたんでね、同じ PK だったけど、まあ、ちょっとそこは幸運だったけど、
で、お互いでも、その PK で1点ずつ取るっていうね、なかなかオープンでね、お互いに綺麗に傷してっていうのが、お互い作れなかったってあたりが、まあね、今このね、お互いこの厳しい順位にいるっていう、まあ裏返しでもあるかもしれないけどね。ただ、群馬としてはね、その、まあ追いつかれてしまって、その後ね、難しい状況になってしまったけれども、なんとかね、失点を防いで、まあ、8点1は持ち帰ったっていう意味では、群馬の方もポジティブに、まあそこはね、捉えてもいい部分であると思うけど。で、あと、元監督が言ってたのは、まあ本当だったらもう少しね、高い位置からボール取り行って、ではそこからショートカウンターでね、点を取りたいっていう。だからそのプレスもう少し積極的にいければっていう。ただ、イメージとしては違うかもしれないけど、別にドン引きだったわけじゃないんで、群馬は。ある程度ミドルゾーン、ミドルブロックをずっとキープして戦ってたので、決してドン引きではなかったっていうね、うん、感じなんで、まあ、とにかく重心は少しずつ前に前に移して、サッカーしようって意図はちゃんとね、見えてはいたんだけども、うん、ただまあ、なかなか勝ち切るってとこまでいかなかったっていう。だお互い、ね、チームを変えようっていうところは見えたんだけれども、まあ、まだ課題もたくさんまだあるなっていう、うん、中での、お互い勝ち点1っていう感じでしたかね。はい。うん、まあ、こう、要所要所で、あの前半の宮崎選手のシュートシーンとか、はい、最後、あの、菊池選手が詰める、ね、はい、あのシーンとか、なんかこう、本当、たまにあの、攻防でも、ね、ゴール前でも絶対負けねえみたいなところはあって、うん、まあ、一方で、それがちょっと、あの、退場劇にも、まあ、こう、ちょっとね、つながってしまった部分も、ね、まあ、あったとは思うので、うん、はい、はい、まあ、そこは、まあ、熱さと、ね、うん、まあ、こう、まあ、どういう、なんか、言葉で何かあったのかはちょっとわからないですけど、まあ、群馬としては、あそこで、まあ、川上選手でやっぱり一人でも、ね、どこどこでこういけるような力を持っている、ね、馬力ある選手で、特に菊池選手、今回一列前にして、この両翼の、ね、こう推進力っていうところは多分狙いとしてあったと思うので、ちょっとそこは残念ではあったかなっていうところです。うん、そうだね。まあ、最低どうなったのかまだわかんないけどね。はい、まあ、ちょっと印象がね、まあ、幸福になっちゃうからね、あれね。そうですね。印象とするとね。はい、まあ、挑発に乗ってしまった感じはちょっとあるかなんで、ね、うん、まあ、挑発ではもちろんないんだけど、まあ、先にね、はい、出だした石田選手のだから逆にね、うん、まあ一瞬カーってなっちゃったんだろうな、まあそういうね、玉際の、まあ、前半から実際、まあ、ポジション的にもマッチアップめちゃくちゃするね、うん、8-1 で、ね、まあ、ウィングバック同士、うん、右と左っていう ね、 うね、ポジション同士では、はい、あったんですけど、うん、まあ確かにね、守る時間も 長かったし、まあ、当然ねストレスのたまる展開ではあったと思うんで、うん、どうするとね、はい、まあ本当ね、だから群馬も、まあ特に、俺、高澤選手はね、まあ、しっかり PK 決めて、高澤選手はすごく良かったなと思うんだけど。前節はね、ちょっとこう悔しい思いを、うん。しかもね、高澤選手は、プレスがやっぱ強度が一番高いんだよね、やっぱ群馬でも。圧倒的に。なんだけど、ちょっと残念だなと思ったのは、高澤選手が一人追っかけに行って、次が連動するのかなと思って、誰も来ない、みたいなシーンがちょっと、うん、結構あって、で、高澤選手が後ろに向いて誰も追ってきてないみたいなシーンがあって、まあ、あんなっちゃうとさ、もう、ね、やめちゃうじゃんっていう。だから、まあ、その、まあ、行くタイミングもね、まあ、あるんだろうけど、まあ、あの辺がこう揃ってくるといいのかなっていう感じはちょっとしてるね。はい。ちょっとあれだと、ちょっとね、あまりにもちょっと高田選手気の毒なかったと思うし、まあ、逆に、いやいや、そこ、高田さん、そこちょっと追いかけるタイミングじゃないですよ、まだ、みたいなの、あるのがあるかもしれないし、まあ、その辺はしっかりね、統一してやってくれれば、まあ、それぐらい逆にね、みんなエネルギー持ってやれてるってことなんで、はい、うん、まあ、せっかくだったら、まあ、より効率よくね、そこは使いたいところだと思うので、まあ、そこら辺の行くタイミングとか、ね、行く場所とか、まあ、その辺ももう少しこう整理されるとよりいいのかなっていう感じですね、群馬はね。うん、はい、あと、風間選手かな、風間選手が、まあ、アンカーに入って、まあ、ちょっとやっぱり、久々の、そうですね、うん、久々だよね。やっぱ風間選手が見ると、いるときなんか落ち着き、やっぱちょっと違うなって感じもあるんで、はい、うん、そこはすごくやっぱり、この先を考えても、やっぱり彼、大きいのかなって感じするんで、はい、うん、感じましたね。そうですね。はい。はい、なんか高橋選手がね、ここ最近はまあずっとこう出ている中で、途中から、うん、ということですね。やっぱりまあ、はい、あのね、高橋選手守備ね強い選手でもあるし、まあ、状況からしてもやっぱまずは失点しないっていうところ入っていったと思うんで、うん、まあ、その流れからすると高橋選手のね起用っていうのもすごくまあ理にかなった部分もあるかもしれないし、うん、っていう感じはしましたね。はい、で多分なんだけど、多分この試合に向けてに、群馬も
そんなに栃木にここまでボール持たれる展開になるって予想してなかったと思うんだよね。そうですおね。そらく。まあもちろん、この試合のね、当然スカウティングしてるから、まあちょっとこれまでと変わったなとは思ってたと思うんだけど、にしても今度は 65%、7% ほどボールを打たれる展開になるっていうのは、そこまでは想像してなかったと思うんで、うん。であればね、想像してたらひょっとしたら高橋優里選手ね、中盤でボールもっとね、奪う力のある選手を使って、むしろ栃木の攻撃が早い段階で潰して、カウンターでっていう展開を、もしかしたら監督さんも考えたかもしれないんで、うん、まあ分かんないけどね、そこら辺は、うん。ただまあ、ちょっと想定外ではと思うんだよね。うん。だって、途中、だって今季途中、だって 60% 超えるポジションって、そうですね、な、ここ数年あったのかなっていう感じでしょ、だって、こんな。そうですね。そう、まあ、まあ、だからいいとか悪いとかって話じゃなくて、それぐらい、これまでと違うってことなんで、うん。うん、まあ、それぐらいだから新しいチャレンジを、まあ、途中はしてるんで、はい、うん、まあね、そりゃ、状況が状況なんで、いや、そんなことでも結果だっていうふうなね、感じになるのはもう、まあ、それは当然だと思うんだけど、まあちょっとここはちょっと辛抱をあるけどね、はい、しながらって感じなのかな。ただまあそのためにもやっぱ一つね結果が手に入るとねチームはさらにこうね、うん、自信を持って前進できるので、まあまず、ね、一勝っていう感じなのは間違いないけどね。そうですね、互いに、うん、どんなにいいとかって言ってもね、やっぱ結果が出ないとね、うん、どうしてもね自信を失っていっちゃうんで、早いタイミングでとにかく一勝したいですね、当時はね。そうですね、はいはいはい。では続いて、はい、山口千葉、はいはい、まあ、はい、レノファーは前節は、ね、うん、ホームで清水を下し、はい、おこれはっていうところでのまたホームゲームではあったんですが、ね、まあ、千葉も、ね、はいはい、ここ最近すごくこう勢いがあるチームだと、うん、はい、そうですね、はい、いう試合でしたね、はい、うん、いや面白いね試合にね当然なるだろうなっていう予想をねしながらではあったと思うんですけど、まあ、立ち上がりがすごくねレノファー流れだったかなと思うんですけど、まあ、少しずつこう千葉がね徐々にこう展開に慣れてきて、まあ、ほぼ五分に近いような状況で進んでったかなと、うん、まあ、そこの中でね、あの日高選手のねフリーキックが飛び出してっていう、まあ、どっちに転んでもっていう展開で、まあ、日高選手が一つね千葉に流れを持ってきたっていう意味であの先制点はすごく大きかったかなっていう感じはしますけどね、はい、まあ、これはそれこそね、あの横浜 FC に、ね、ちょっと似てるけどね、うん、含まれたでしょうね、一撃でね、一気に流れ持ってきたっていう、まあ、千葉もそこは一つ大きかったかなっていう感じで、あと別な部分で言うと、まあ、千葉からすると、まあ、この試合ね鈴木選手がね久々に7試合ぶり8試合ぶりかな他の先発でね、そうですね、うん、はい、入ってきたっていう、でミッシーもねそれこそ日高選手か鈴木選手か迷ったぐらいって話をしてたけど、本当にそうだなと思ってっていて、本当この試合の鈴木選手は素晴らしかったと思うし、まあ、特にやっぱこの対レノファっていうことで考えたときに、すごくやっぱ鈴木選手が先発したのが大きかったなっていうのは、それは何かっていうと、やっぱりこう、千葉はね、前からプレスに行きます。で当然相手は、うん、早いタイミングでプレスをかわすために、長いボールちょっと使います。で山口には前線が梅木選手がいます。うん、でもそこに鈴木選手がいましたっていう展開なんで、まさにね。まあもちろんあのメンデス選手もいるんだけど、まあある種こう、まあ山口にとっては一つ大きなね、前線ターゲットポイントになっていた、この梅木選手に対して、このメンデス鈴木のセンターバック二人が、かなりやっぱタイトに行って、いいようにポイントを使わせなかったっていうのが一つ、試合のその展開をね、考えた時に一つ、千葉にとって大きなアドバンテージだったなっていう感じですね。もちろん、あのボールが収まって、あのレノファに流れが、ね、行くシーンも別になかったわけじゃないんだけど、トータルで見るとね、やっぱりあの千葉側が抑えた部分の方がちょっと多かったかなっていう感じで、まあ、特にやっぱり鈴木選手がね、相当やっぱ気持ちが入ってたと思うし、まあ、ここ絶対やらせるかっていう感じのね、守備ができてたので、まあ、ここは大きいんじゃないですかね。まあ、これだから甘いプレがね、前プレがそんなに強くなければ下から丁寧につないで押し返すかっていう選択も多分山口は取れるんだけど、まあ、ちょっとやっぱ千葉はね前から積極的にやっぱり行くチームなんで、うん、どうしても早いタイミングでちょっとボール前線つけたいなっていう風にどうしても山口はなっちゃうん でその時にやっぱりね梅木選手がいてあそこでポイントを作れるっていうのが一つ山口のアドバンテージになってきたんだけど、そこを千葉にね
でうまいこと消されてしまったっていうのは、一つこの試合の、まあ、流れを決める大きなポイントになったのかなっていう感じでしたね。まあ、やっぱこうベテラン選手って、まあ、鈴木選手だけではないですけど、やっぱこう出た時って、もう十中八九、ね、活躍するというか、まあ、こう経験値ある選手の、まあ、そういう、まあ、試合への持ってき方とか、まあ、その試合かける思いみたいなところで、やっぱこう長年プロやってる人にはなんかもうちゃんと理由があるというか、そうだね、まあ、それはやっぱこの一撃でやっぱ体現できるのは、やっぱちょっとすごいなっていうふうには思いますね、本当に。そうだね、あの1対1なんか見ててもね、空中戦のバトル見てもね、はい、いや、梅木選手、ね、今季の J2 の中でのバトルね、無双に近いぐらい強い、ね、はい、感じだったんだけど、いやいや、俺がいるぜって感じのね、鈴木選手のね、まあ、よかったっすね。まあ、さすがの、はい、活躍というか、ね、こう、視聴停止とか、はい、勝利脱とか、まあ、先に久保庭選手いないという状況ですけど、いやいや、俺がいるよと。まあ、当然ね、鈴木選手もやっぱり危機感は当然あっただろうかしね、はい、やっぱ若い選手が伸びてきて、はい、まあ、自分もサブに回りっていうね、展開でね、しばらくあったから、まあ、外からね、見ていろいろ感じたこともあるでしょうけど、まあ、あと攻撃でもね、後ろからロングパス一発で、まあ、もともと長いボールはね、鈴木選手得意な部分あるんで、まあ、いいね、いいボールで一回ね、田中選手が背後抜け出しかけて、まあ、ああやってシーン作り出したりとかね、あれゴール前出ていってセットプレーでね、ヘディングしたりとか、まあ、もちろんそういう部分もちろんあるんだけど、やっぱり一番大きいのはこのね、対梅木っていうね、うん、に対して、うん、まあ、メンデス二人でね、はい、まあ、いい守備ができたんじゃないかなっていうね、これやっぱ大きかったですね。はい、こうなっちゃうと本当にね、だからマイプレー強いチームって本当にロングボールに対して強いセンターバックがいると、もうこれセットなんでね、うん、これやると相手はじゃあもう俺たちどうすればいいのってなるんで、だから大体ね、マイプレー強いチームに対してはね、ああやって攻撃側もね、ハーランドみたいなでかいやつが、ね、いるんだけどね、あれがファンダイクみたいなやつがいるとね、そうですね、もう本当どうにもならないよみたいななっちゃうんで、そうなると本当ね、サイド裏にこうね、対角パス入れるだろうなんだろうみたいな、まあ、それはちょっと特殊兵器でしょうけどね、そんなボール蹴れる選手そんなにいませんよみたいになっちゃうんで、まあ、その辺が本当ね、難しいけど、まあそれを、まあ、やらせないっていうね、ことが、まあ、千葉はできたっていうね、うん、まあそれが一つ大きかったかなっていうね。そうですね。うん、で、2点目、まあ2点目は結局ね、はい、もちろん山口側からするとね、ノリ選手の判断ミスってなっちゃうかもしれないけれども、でもあれもね、結局千葉が前プレーをずっとね、うん、絶えず狙っているっていうことがね、最後横山選手がうまくつついてね、岡根選手がゴールが生まれたっていう、まあ千葉らしいゴールでもあったかもしれないし、まあなかなかああいうシーンでね、これまで出るのは見たことなかったんで、はい、まあ逆に言うとそれぐらいやっぱ千葉の圧がね、選手たち感じてたかもしれないので、山口はね、うん、かもしれないけどね、まああれで実質、はい、まあ、勝負が決まったかなって、まあ、その後ね、野口選手は自分のミスを、ね、取り返すような素晴らしいゴールを、ね、決めて、まあ、1点差にはなったけどね、まあ、実質でも2-0になった時点でね、ほぼ試合は決まったかなっていう感じでしたね。そうですね、うん、まあ、レロハも、ね、この失点のファーストプレーで、ね、うん、まあ、野口選手取り返して、そうですね、ね、うん、さあここからっていうね、とこではありましたけど、はい、まあ、千葉のね、うん、まあ、こう2センターキーパー含めた守備っていうところも、まあ、前からの守備もそうですし、まあ、リトリートした時のやっぱ後ろの、まあ、単純のこう強さ高さみたいな部分もさすがだなというところですかね。そうですね、まあ本当ね、だからまあね、今のやっぱ面で鈴木さんとね、そう本当ミシーズ通りブロック後ろで、ね、知事でブロックでも簡単にクロスいてもね跳ね返されちゃうんで、はい、あの2人強いんですよ、本当にね。はい、だから本来やったらやっぱりターゲットに入れるよりも背後だよね。うん、やっぱ背後にボール出した方が多分あの2人に対しては効果、より効果的だったかもしれないですね。そうですね。はい、うん。まあそれもでも難しいよね。ですね、まあ、それ簡単に背後って言うけど、そんなボールの精度を伴わないとね、そのままゴールキーパーにボール行っちゃうだけだからね、ボールね。はい、だそれも難しいんですけどね。はい、うん、まあそういう意味では少しね。千葉が、まあ、有利ね。なんかでもあれなんだよね、うん、相性的にもずっとレロハなんかあんまり良くないんでしょ。確かに。ああ、対千葉っていうところですかね、うん。はい。なんかね。ここまでの対戦成績だと、まあ、千葉が8勝、山口4勝ですかね。はい、うん、そっか。まあでもね、メンバーもね、はい、全然変わってきてるところなんであれですけど、うんうん、まあでも、まあでも、山口も 0-2 のままね、負けずに、やっぱりしっかりね、最後ね、点取りに行ったっていう姿勢は、まあ、良かったんじゃないかなと思ってね。うん、
まあ、ホームだったしね、勝って後半戦にね、いければね、もちろん最高だったと思うけど。まあ、逆にね、これで、まあ、負けることで、またね、もう一度、ね、引き締め状態でね、また後半戦に迎えるので、まあ、それをプラスに捉えてやるしかないですかね。そうですね。はい。はい。まあ、日高選手は、ちょっとなんかね、序盤、今季序盤はね、あれ、去年もっと、こういうこと、こういうプレーとかあったんだのにな、みたいなところは、ちょっと若干思ってた部分あったんですけど、はいはいはい、ここ最近の、このなんか、トップフォームの部分というか、はい。はいうん、まあ、単純なアスリート能力の高さもそうですけど、うん、まあ、精度もすごく伴ってきているというか、うん、はい。まあ、改めてすごいなっていうところと、田中和樹選手も戻ってくると、はい、この2人で本当に、もう13人分ぐらいしてるみたいな、単純に。いや、すごいよね。はい、この2人の運動量がちょっととてつもないので。特に田中選手の印象深いのは最後だよね。はい。最後、自陣にガーン、ね、あ、敵陣か、ボール運んでいってね。はい。で、時間稼ぎをしてね、それでタイムアップの笛が鳴ってね、はい、その後もピッチに突っ伏してたもんね、俺。もう俺、これ以上走れませんみたいな感じでね。でも、それぐらいやっぱ、ね、走り切ってるのがやっぱ素晴らしいよね。うん、はい、ちょっとこの2人は、ちょっと本当にすごいです。別格で、はい、総力はね。夏場とかになると、より多分この凄さが本当際立つんじゃないかな、うん。際立つよね。そうなんですね。はい、うん、よくね、夏場になると、もうどのチームも走れないからみたいな感じになるんだけど、いや夏場だからこそ走るチーム逆に差つけられるんだよね。うん、そうですね。うん。うん、それよく張さんが言ってたんだし。よくみんな言うじゃん。なんか夏場になるとみんな走れないって言うけど。でも逆に言ったら夏場の方がむしろ差がつくんだよ。うん、うん。うん。って言ってたからね。だからそういう意味では怖いんじゃないですか。この日高、田中は、ね、夏場。え？ですね。この暑さなのに走るの？みたいになるからね、俺。いや、だから本当ね、頼もしいですよね、こういう選手の。はい。はい。うん、じゃあ続いて山形、はい、大分日曜日の試合ですね、はいはい、こちら引き分け1対、はい、あ、ごめんなさい、0対0の引き分けと、うん、そうですね、はい、いうことになりました、はいはい、いやー、これはもうね、まあ、これまで前半戦ね、多分何度も繰り返し話したかもしれないけど、山形は勝ちたかったゲームっていうか、うん、勝つべきゲームだったね、これね。まあシュート数も、うん、はい、内容的にやっぱりね、まあ、山形の試合だと思うんでね、はい、うん、これ引き分けてしまったらちょっと痛いとかね、うん、まあ、本当でもね、ちょっと山形前半戦はこういう試合がねちょっと多かったですかね、うん、ちょっともやもやするというか、できてるのにというか、ね、というね、そうそうそう、うん、自分たちの狙いもある程度こう表現できて、はい、でチャンスも作りっていうね、だけど感じのねゴールが遠くて、まあ引き分けてしまったり、あるいはねチャンス相手にね、まあ、少ないチャンス決められて負けてしまったりみたいなね、まあちょっとその電話線のね、これあんまり芳しくない感じの、ちょっと象徴する感じになっちゃいましたね。うん、はい、まあ、何しろ試合終わった後ね、片方が勝ってもね、もう完全に山田にやられてしまったゲームだみたいなね、話はしてたし、まあ相手もね、敵将も認めるぐらい、やっぱり内容的にやっぱり山形のね、ゲームだったと思うんで、やっぱり勝ちたかったっすよね、この試合はね。まあ、もうほぼ大分のチャンスらしいチャンスはなかったと、まあ、ほぼなかったっすかね。うん、まあ、それだけにですよ。それだけにね。うん、まあ、もちろん、ポゼッション自体はね、いつもと比べると、まあ、ね、大分は持てるチームであるので、ポゼッション自体はそこまで開きはなかったけれども、まあ、チャンスの数自体も全然やっぱ違ったんでね。はい、うん、まあ、やっぱり山形のゲームのはずだったかなと思うけどね。うん、はい、シュートは20本、うん、20本だもんね、で大分が4本、はい、4だもんね、もう5倍だもんね、そうですね、はい、5倍はなかなかつかないからね、こんな差がね、まあそれだけにちょっと痛かったですね、うん、はい、まあ、ちょっとね、前半戦はちょっとある意味ちょっと象徴してしまうような試合だったかなっていう感じですかね、うん、そうですね、はい、うん、まあその枠内シュートを、うん、まあ、全部反応していたといううん、浜田選手、はいはい、まあ、今季この前半戦の、はい、まあ、個人的にも本当もベストキーパーの一人と言ってもいいんじゃないかなと思ってるんですけど、間違いないね、はい、本当ね、彼がまあ立ち上がったら確かに間違いないんですけどね、はい、まあ、それでも1点ぐらいはちょっと取りたかったよねっていうぐらいの機会はね山口にあった山口にあったからね、はい、うん、まあ、残念って感じですかね、そうですね、山口ね、はい、うん、
なんかどうやらちょっとその体調不良の選手とかも、まあ、何人かいたみたいで、なんかメンバーね、見ると、例えば高橋選手とか、あ、そうね、です坂ね。本選手とか、ちょっといつもとこう顔ぶれが若干変わっている部分も、そうですね。はい、あって、まあ、一方でこうね、うん。加納選手が出てきたりとか、横浜選手、久そうで々すに出てね。きたりとかっまあ、てい鹿野う、選手はちょっとね、出はてきい、たのちょっとね、本うん、番に向けてね、そうですね。本戦に向けてちょっとね、楽しみではあるよね。最後ね、結構もう体勢崩しながらですけどね、こう立てうん。直してそうシュートまでで行くシーンがね、あったりすとか。ね。うん。はい。まあ、なんかだからこういうね、流れを変えるような選手みたいなのがうん。ね、やっぱ一人出てきてくれると、すごくいいんですけどね。そうですまあ、それこね。そはね、い。山形序盤戦はね、それこそ、高橋選手はね、点決め、たくはさい。ん決めてね、ちょっと一時期流れ作ったりみたいなね、感じうん。もあったんで、まあ、そういう選手が出てきてくれると、まあ、よりいいんですけどね。そうですね。はい。うん。まあ、ちょっとね、去年はね、チアゴ・アベスとかいたんでね、うん。まあ、ちょっと点がね、コンスタントにこう、入ってた部分はもちろんあるんだけど、ちょっと今年はね、苦労してるかなって感じですかね。そうですね。はい。まあ、ちょっとやっぱ流れの中からの得点っていうのが、まあ、前節も、ちょっとまあ内容としてはもうほぼ同じというか、そうだね、群馬ね。戦うん。もシュート打っても入らないみたいな入らないんだ感よじで、その前連敗中もなかなか得点取れず、まあ、熊ね。本ね、勝ちましたけど、まあ、PK での1点そうだっだたと、ね。はい、いう感じなので、うん。まあ、ここ1ヶ月ぐらい、ちょっと流れの中っていうのがもうそうなだいという、ね。はい。ちょっと不思議なくらいだけうん、どそうですね。ね。はい。ダンス作れてるからね。うん。まあ、こればっかりもどうしようもないね。そうですね。ちょっと開もうね。うん。幕期のね、あの勢いね。を、ね、見てると、ちょっとね、なかなか想像できなかったかなそうっというふうにはすちょっと思っちゃいますけど。ね。はい。だからやっぱり難しいんだよね。やっぱ攻うん。撃的なチームっていうかね。はい。どうしてもやっぱ点が入らないとね。うん。どうしても守備のリスクが大きくなっていっちゃう。まあ、こはい。の試合ね、まあ、勝ち点1はもちろんね、取れてはいたんだけど、ただ内容的にはね、やっぱり3にしたかった試合うなんでね。ん、そうですうん。ね。まあ、後半戦これをね、3にしていかないとね、山形もね。ちょっと出遅れてるのそうだで、ね、上は見はえい。ないからね、全然うん。ね。そういう意味ではね。まあ、しかもね、ちょっと大分がね、逆にすごく苦しい状況にね、あったチームのだけにね、余計、だってね、この次、ね、また後半戦戦う時の大分も全く多分違うチームだろうそから。うですね、メンバーうが。ん。ね。もうだって全然違うでしょ。もう本当に、俺よくやってると思うね、大分ね。いや、大分、こんなうに選手いなくん、て、そうですね。ね、よ去く年やもちょっっとね、そてういうるよ時期な、やっと思っぱ長て。かっあったっすたよけね。ど、もうなんでこんはない。けがに出ちゃうんかね。うん。本当ね。本ま当不あ、思議なぐらいだよですね。はい。まあ、この試合も出場停止があね。たり、まあ、安田選手代表があったりとかっはていう、い。うん。はい、中で、まあ、プラスさらにちょっと物竹選手の、ね、はあれはもうちょっと仕掛い。いけたやー、瞬間にみたいな感じだったんで、ちょっとね、と、あれ見てね、ちょっと血の気引いちゃうよね、うほんとね。ん、えーって感じそうのね。ですね。はい。まあちょっと不運というかね。ちょっと残念ですよね。うん、そうですね。はい。本当ね、ワイドの、だからね、今代表に参加してたね、安田選手もね、急遽呼び戻されるうん。ことになってもね、はい。発表されてたけど、うん。チーム事情によりたいだったけど、そりゃそうだよね。はい。うん。まあ、そうなっちゃうよはい。ね。うん、だからまあ、とにかくワイドがね、使える選手たちがね、どんどんいなくなっちゃってるんで、デルランもね、気がついてサイドバックになってるしね、もうね。まあ、もうちょっと急増みたいなね、感じで、はい。いや、ほんとね。まあ、だからちょっと本当、片野坂監督もね、本当頭をちょっと抱えるとこだろうけうん。どね。まあ、そういう中で本当ね、よく勝ち点1持ち帰れたなっそうでていすね。う感じじゃないですかね、はい。本当ね。まあ、本当ね、いいメンバー揃ってるし、ね、やっぱこう、ハマった時の強さというか、ね、ちょっとまあ無敗がこうついてた時期とかもあったんで、まあ、それができるチームだと思うんですけど、はい、ちょっとね、いち早くフルメンバーでの試合が見たいなっやー、ていほんと。いやー、もちろんね、ピッチに立ってるね、11人はみんないい選手だし、素晴らう。うん。しいんだけれども、やっぱり90分ゲームで、交代選手をね、5人フルで使いながらそうっ戦すうのね。がもう今のね、うん。もうデフォルトなんで、それは考い。えるとね、なかなかちょっと今、大分苦しいうん。状況ですよそうですね。ね。時は間い。経つも経つほどね、逆に苦うん。しい感じになっちゃうんで、はい。まあ、難しいゲームで、まあ、よくね、まあ、ゼロで抑えて、勝ち点1取れたっていう感じでしたかそうですね。ね。はい。っていう、まあ、
とにかく1日でも早くね、うん、戻ってきてくださいっていうことですよね、もうね、はい、これどうしようもないですね、もうね、はい、もちろんね、いるメンバーもちろんね、うん、全力ファイターも、それは当然、大前提であるんだけど、うん、まあ、やりきりはね、うん、これではもうちょっと、カノさんも眠れないですよ、片須賀監督の立場だったら、どうすりゃいいんだってなるよね、ほんとね、うん、っていう感じだと思いますけど、はい。はい。頑張ってほしいです。はい。はい。じゃあ最後、はい。和歌山、鹿児島ですね、はい、こちら1対1の引き分けと。はい。うん、はい。はい。これ、岡山はね、まあ、ほんと最初ね、ちょっと、なかなかめったにない、えっていうね、ブローダー選手のね、はい。ちょっと、まあ、魔が差したのか分からないですけどね、うん、まあちょっとね、まあ、結果的にはもう判断ミスってことになったと思う。まあ、判断ミスというか、技術ミスもあってましたけどね、キックがね、はい、ちょっと乱れてしまった相手に渡って、まあ、魔が差してね、まあ、元決められてしまってって、まあ、追いかける展開になっちゃったんでね、まあちょっと、岡山としてはちょっと、うん、ちょっと想定とちょっと違った展開にはなったけどね。はい。まあ最後、まあ最後ね、まあ交代選手うまく使ってね、田中選手うまく投入して、で、ルカオ選手にボールを入れ、セカンドボール田中選手拾い、見事なスルーパスで背後を取り、まあ矢部選手を決めるっていうね。まあそこでまあ追いついたのがまあ素晴らしいし、ただまあ、さらにその後にね、まあ点が取れればっていうのがね、もちろん良かったんでしょうけど、まあちょっと誤算でしたからね、ちょっと最初のね、そうですね。うん、はい。まあ岡山はね、そんなにあの、ゴーラッシュバン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 って感じのね、スタイルがないんで、ただまあ2点目はもちろんね、取りたかったとこではあると思うんだけど、うん、まあでも、やっぱ追いかける展開だとやっぱどうしてもね、苦しくなるっていうのは、まあこの試合でも明らかだし、やっぱり岡山はね、やっぱり先行して、やっぱ先手必勝というかね、やっぱ先行して、うん、やっぱどんどんね、あの、相手がこう出てきたところを裏返してって言って追加点を狙うみたいなのは、やっぱり岡山の勝ち、ね、岡山の勝ちパズだと思うんで、はい、まあそういう意味ではちょっとやっぱ先にしてしまっ、してしまったのは、やっぱり、ね、試合はね、苦しくしてしまった大きな原因になっちゃったかなって感じですかね。うんうん、まあ、1点と取られてからというか、追いついてからというよりかは、前半にね、かなりチャンスが、あったと僕は見ていたので、うん、そうだね、あそこでね、1点取れそうなシーン、ちょっとこぼれ球詰められなかったりとか、ちょっと外れちゃったりみたいな、ね、前半のね、この立ち上がりのところで、うん、まあ、徐々に鹿児島がなんかこう、ペース握る時間帯もありましたけど、前半いいチャンスがかなりあったかなというふうには、うん、思いますね。そうですね。まあ、その中で先制されてしまいという感じかな、うん、はい、だったので。そうですね、うん。まあ、あそこでね、いつもだったらね、でもね、チャンスが、まあ、あのね、浮かせなくても、後ろがね、頑張って粘りつく守って、うん、なんとか 0-0 でいって、はい、最後ね、終盤チャンス決めてみたいなのが、まあね、勝ちパターンだったんで、うん、まあちょっと珍しいからね、なかなかああいう形で失点するって、岡山もそんなね、するチームじゃないから。そうですね、はい。うん、まあね、一番本人がね、悔しい思いしてるとは思うけど、まあ、ちょっとね、珍しい感じだったんで、はい、うん、ただまあね、ホームだったし、まあ、前半戦でね、まあ、これで勝ってね、追い返したかったかなって感じですよね。そうですね。はい。うん、まあでも一応でもあれかな、6位以内にはなってるのかな。千葉にひっくり返されなくて、まあ6位は、そうですね、6位ですね。6位だよね、確かに、ね。まあ、1ポイント積んでと、うん。はい。うん。まあでもね、昇格圏、まあ最、プレオフ圏内か、プレオフ圏内で、まあ、折り返したら最低限ね、多分ね。うん、イメージだったと思うんで、はい、まあ、そこはなんとか、ね、できたんで、まあなんかこういう試合をね、しっかり勝ちゲームに持っていけるような感じで後半戦行きたいっていうところですかね。そうですね。うん。ただまあやっぱり岩渕選手とか、やっぱルカオ選手もね、やっぱああやってね、決定的なやっぱ仕事に絡むっていうか、やっぱ彼のターゲットとしてやっぱりね、力であるとか、まあ、田中選手はね、やっぱパスセンス、岩選手蹴ってるみたいなね、まあ彼、それぞれの良さがね、しっかり出てるんで、あれだけシンプルな、ね、形で点取れるんですからね。うん、まあ、あとはうまくね、ワイドも生かしながらっていうね、ことができると、よりいいですからね。うん、矢渕選手はね、うん、あの、去年も夏、ちょっともう当たり始めたら、ちょっともう止まらないみたいな時期が。はいはい、月間 MVP だったんですよ、去年もね。8月 ?7 月からな、はいはい、ありましたけど、はい、まあ、現在4試合連続得点中で、まあ、今季5点ここまで決めているんですけど、うん、はい、アシストも4ある、まあ、ここまで9点に。うん、絡んでいるという、うん、はい、でこれも素晴らしい、ね、結果というか、まあ、ちょっと欠場した試合も何試合かあるんで、そう
そうなんだよね。15試合で。これだけ、これだけの結果ですからね。15試合でまあ9点に絡んでるという。うん、はい。まあ、これ素晴らしい活躍ですね。うん、いや、素晴らしいですよ。はい。うん、もういい働きですよね。本当、攻撃の重要な、ね、選手になってますね。本当ね。はい。うん。あとは、鈴木義武選手がまた戻ってくると、ちょっとこの、ね、ね、うん、3バックの、この組み合わせみたいなところも、ね、はい、また左からの攻撃というか、うん、はい。いやー、でかいんじゃないですか、本当彼、ね、彼がいるいないの全然ね、はい、まあ、違うと思うんで、はい。まあ、特に攻撃面でもね、かなり違うんでね、うん、そこは、ね。結構ね、上がっていくね、シーンとかもね、はい、彼あるんで、うん、はい。あとね、ボランチのところに入っていったりとか、うん、まあ、いろんなバリエーションができるんでね、彼はとね。はい、かなり左、サイドがね、活性化されると思うんでね。はい、これまでやっぱどうしてもね、前半戦右サイドのね、やっぱ柳選手の活躍が目を引くシーンがね、たくさんあったんだけども、後半戦はね、バランスよく左からもね、行く機会が増えるんじゃないかなってね、鈴木選手とかね。うん。あとバックラインもね、彼が左に入ればね、また人選とかもね、余裕が出てくると思うんで。そうですね。はい、うん。まあ、よりいいでしょうね、そこがね。はい。はい、鹿児島はこれで3試合連続引き分けということで、うん、引き続き、ちょっと勝ち星っていうところが最後は4月、うん、4月の21のこの栃木戦っていうところにはなってしまうので、はい、はい、まあ、かなり長い期間はちょっと勝てていないという状況ではあるんですけども、ね、はい、まあ、ドローで、うん、はい、まあ、勝ち点をこう、なんとか、一個一個積んでいってるという、うね、うん、はい、状況ですね。うん。まあ、もちろんね、相手のね、ミスをついてって形であったんで、まあ、こんな部分もちろんあるんだろうけれども、うん、でもやっぱり失点をね、1で抑えてるっていうね、これもいいし、まあ、これまで難しかった試合はね、やっぱ失点がなかなかね、1以上 ね、 ね、そこで我慢できずにね、2失点、3失点ってしてしまってたんで、そういう意味ではしっかり1点食い止めてね、勝ち点1拾えてるっていうのはすごく自信にしていいと思うんで、うん、まあ、これも、まあ、やっぱ浅野監督になってからね、やっぱメンタルの部分は少しずつこう変わってきてるんだろうなと思うし、はい、うん、そこは後半戦に向けてね、自信を持ってこうやれるような流れがね、うまくできるといいですけど、まあ、これ本当貴重なアウェーでね、8戦1になったと思うんで、はい、しかもね、プレーオフでね、プレーオフ圏内にいるチーム相手にね、8戦1取れてるわけですから、うん、アウェーでね、はい、うん、それはすごくプラスに捉えていいと思うんで、まあ、そこでおいおいね、いろいろここはこうした、明日いいってことはね、少しずつこうまた変えていけばいいと思うんで、うん、うん、まあ、いい流れになっていくんじゃないかなって期待はありますけどね。そうですね、まあ、開幕期からこの基本布陣はね、うん、ちょっと変わってないですけど、うん、この2列目の並びみたいなところは、ね、ね、ちょっと変わりつつあって、うん、ね、田中選手を、ね、ずっとトップ下っていうなんかイメージでしたけど、ね、彼をまた右で使うと、ね、うん、よりこうゴールに向かって内にこう左足使えるみたいなところがあって、うん、まあ、杉翔太選手いるとね、こうダイナミックなこう飛び越えみたいな、ね、うん、シーンがあったりみたいな、はい、まあ、実質もほぼ2トップみたいな、ね、うん、彼はそう、もうフォワードみたいな選手ではあると思うんで、うん、はい、まあ、だから多分イメージとしては多分あの田中選手の中に入って、うん、で鈴木選手とツーシャドウみたいな形になって、はいはい、右の、ね、サイドバックがこうそ外から出てくるみたいなね、うん、そういう流れに できれば一番、ね、いいんでしょうけど、はい、まあ、多分田中選手も右サイドの方がね、あのパス出しやすいと思うんで、いろんなところ、うん、そうですよね、はい、パスの角度が広がるんでね、うん、右サイドにね、あっちの方が多分プレッシャーです。まあ、トップ下いる時もどっちかとやや右寄りからね、アクションを起こしてたんで、まあ、そういう意味では、まあ、すごくいいのかなと思うしね。はい、ただまあ、そのためにも、ある程度ね、自分たちで時間をね、ボール持って、戦う時間が増えるとね、より、田中選手の持ち味も生きるかなと思う。うん、まあ、それもでも少しずつだろうね、そこはね、きっとね、バランスも当然あるからね。うん。と、はい、いう感じだと思う。でもやっぱ、ウドカ選手、やっぱりいいよなって、ポテンシャルがね、うん、持ってるものはやっぱ高いんでね、まあ、あの頃も冷静にね決めてるけど、うん、彼に当たりが出てくるとよりね、彼自身が乗ってくれるとね、鹿児島にとってもより大きいことだと思って、そうですね、まあ、これでまさにですか、ね、うん、はい、そうだね、これで乗ってくれるといいですけどね、そうですね、はい、うん、あの野川選手が打った瞬間の後ろからのカメラでちょっと、うん、どなただか、ごめんなさい、ちょっと忘れちゃいましたけど、後ろから見てると、完全に、はい、もうこれをやったっていうのがね、はい、2人ぐらいいて、あ、いいなっていう、はい、確信、あの、ホームラン、確信歩きじゃないですけど、ね、確信万歳が、はい、そうだね、ちょっと印象的でした、ね。監督がね、なったんだろうしね。はい。はい、あれも簡単じゃないと思ってね、そうですね。やってるあたりが才能だと思うし、はい、うん、落ち着いて、ね。彼持ってるものはやっぱ高いのは間違いないんで、はい、うん、うん。彼が調子がね、出てくるような、ね、感じになってくると、よりいいかなと思ってね、はい。そうですね。
はい。はい。後半戦に期待しましょう。はい。はい。じゃあ、最後に順位表。はい。はい。はい。見ましょう。ね、ちょっとこの、米印が、まあ、この未消化のこの、ああ、長そうで崎すね。といわきっていはうい。ところには、はい、なるんですけども、はい。はい、まあ、前半戦、まあ、折り返しというところですと、まあ、1位清水、2位長崎というところで、はい、折り返しになります。横浜 C がこれが4連勝で、そうで長す崎との差ね。が2ということで。まあ、上3チームは少しね、固まってきた感じそうですかね。はい。な。まあ、横浜 C と清水の差もね、6だからね。うまあ、横浜 C としてもある程度射程圏にこうね、捉えつつある感じはちょっとするかなってん。はい。感じですね。まあ、長崎もね、まあ、これ、未消化分ね、勝てばね、清水の差もほぼほぼなくなっちゃうんでそうですね。42ね。までいけるという計算にはなりますね。はい。まあ、ただ、自動昇格圏で言うと、そうだな。まあ、この、5位、6位のね、山口、岡山、8か。まあ、はい最はい。大9なんでね。まあ、これまでの傾向、ちょっと試合数変わっちゃったけど、これまでの傾向で言うと、自動昇格圏にいるチームから、勝ち点9。うん。勝ち点9以内にいるチームじゃないと、逆転昇格ってなかったので、これ以上離されちゃうと、もうちょっと自動昇格はほぼないって感じなんで、だから最後、千葉かな。逆転昇格のチャンスがあるのはうん。千葉までっていう。しかも、これまでとね、試合数減ってるんで、そうですね。だそう考えると数字的にはもっとシビアになると思うんで、まあ完全に、だからこのね、自動昇格争いってなると、まあ、限られてきちゃうかなっていう感じですかね。ね、いけそうはない。チームはね。ただまあこの6位以内ってなると話は全然変わってくるんで、これはもう全然まだ、ね、チャンス、いろいろあるかなと思いますけどね。まあ、なので、この結局、その前半戦全体的な構図で言うと、まあ、もう開幕期はまあ別として、なんとなくこの辺にいるなっていうところから、こうなんか突き抜けていくみたいなチームが、結局なんか生まれそうで、ここ1差なんですけどねみたいなのが意外とひっくり返らなかったりみたいな感そうじがだ多かっね。た気がする確かに。ので、まあ、千葉今ちょっといい流れでとかね、来てるチームそうもあでするんね。ですけど、そういう意味で、この25、4、6、7ぐらいのこの辺がね、ちょっと後半戦、3連勝、4連勝と、今の横浜 C ぐらいのね、そうっ感すじで勢いを持っていね。くチームが、なんか1チームぐらいはなんか現れそうな気がするので、はい。まあちょっとそれがどこにそうっすね。ただ、なこるのの間かね、なでもという。ね、親御とも話したんだけど、やっぱり、混戦だと。やっぱちょっと、なかなか勝ち点の計算ができないって言ってても正直。もうどこに勝ってもおかしくないし、どこに負けてもおかしくないって感じだからって話はしてたんで。まあ例年ね、J2 はその傾向もちろんあるけど、まあなかなか、だからこそ、こうね、特定の期間、こうずっと勝ちっぱなしみたいな、3連勝、4連勝みたいなのができると、一気に順位が上がるってことなんだよね。だからね。そうですどうしてもね。潰し合いになっちゃうんで、やっぱりどうしても連勝がなかなかできないとかね。だから本当この清水とね、長崎もこの場所にいるのもね、やっぱり連勝期間がやっぱあったんでね。そうですね。これがやっぱ大きいんで。これがないとなかなかね、上に行くのは難しいんで。まあそういうタイミングはどこにね、来るかですかね、どこのチームもね。まあ、残留争いっていうね、ところも、もう本当、いよいよね、こう、まあ、リミットが迫ってくるっていういやー、本当です。3ね、チームです感から。じになるので、で、基本的にね、まあ、大体試合数関係なく、大体、試合数プラス3ぐらいが、やっぱりこう、残留ラインみたいなね、感じのことはよく言われるので、それ考えると、やっぱり試合数以下の勝ち点しかないチームって、やっぱなかなか、今ね、苦しい状況だと思うんで、そうなると、まあ、水戸以下かな。試合数より勝ち点が少ないチームっていうのはね。だこのチームはやっぱり、後半戦やっぱりね、勝ち点を積み上げるペース上げないと、なかなかその試合数プラス3になかなか達することができないってことになっちゃうんで。だ20チームだから38試合でしょ。だから40、だから1ぐらいって考えると、例えば群馬なんかは、後半戦で3、ん ?30? 34ぐらい。そうで勝ち点稼がなきゃいけないってことなんすで、ね。34相当だからね。そうですね。だそういう意味ではなかなか、まあシビアなね、戦いが、こう、後半ね、待ってるってことになると思う。
はい、まあでもね、渋谷でもなんだろうね、やるしかないんでね。まあそうですね。はい。はい、目の前、一試合ずつ。はい。はい。うん。とこですね。はい。はい。はい、で、うん、折り返し、10節、後半戦1戦目ということになります。はい。はい、まあもうここからはほぼほぼもうナイトゲームということに、ね、はい、まあ J1 も J3 もそうですけど、まあね、はい、はい。はい。なっていきます。はい。はい、そうですね。いわき、甲府。そうですね。仙台、長崎があるのかな。あ、そうですね。まあ上位対決で言うと、ね、はい、うん。仙台、長崎。これは一つ ね、大きな注目カードですかね。はい、うん、あと、千葉が、ね、連勝で、うん、あ、そうですね。ね、こう順位上げてきているので。うん、はい、あ、でも千葉、徳島はちょっと面白いかもしれないですね。うん、そうですね。ここも徳島もね、すごく状態良くなってきてるんでね。楽しみですかね。うん。これ楽しみですね。はい、確かに。って感じかな。なんかあまりこう順位近い同士みたいな対戦なんか意外と ないんですかね。うん、コンセプトというか20節はね。確かに。はい、そこまでこう、うん、これとこれみたいな感じじゃないですけど。そうですね。はい、ここまではないから。そうですね。まあ、あと横浜市やっぱ連勝中ってところで、これ5連勝なるかっていうところになると、ね、うん、まあ群馬、栃木はちょっとね、鹿児島もそうですけど、うん、まあ降格圏3チームは、ね、うん、まあ勝ち点3を目指してという戦いに ね、まあ、引き続きなっていくと。うん、ね、まあ、しかも栃木はね、うん、この勝利がそれこそホームの大分戦以降ないので、そうですね、これが大分でまたリターンマッチというかね、はい、もう、でもこれ大分はね、あの試合を取材したから今でも覚えてるけど、もう本当、門田監督がね、悔しいっていうね、うん、いや、もう負ける試合じゃなかったって言ってたんで、この試合は相当な気合を入れて、多分ね、栃木に対しては多分来ると思うんで、はい、うん、まあどうかっていうね、感じですかね。まあ、また2巡目以降も面白いですよね。うん、その時にね、ね、前半戦戦ってたメンバーとまた変わったりとか、うん、そうですね、まあ、もうちょっとしたらこう補強期間でね、はい、うん、また新しい選手入ってくるとか、そうですね、なんかね、各チーム、ね、2回ずつ対戦するんですけど、それが後半戦の頭か、ね、うん、もう最後の方かとかによっても、ちょっとこう、支障かって、いや、全然変わるんでね、ね、そういうなんか、あやみたいなね。仙台だって長崎でしょ、そうですね。今回ね、はい、でその次、山形だからね。ああ、そうですよね。いきなりダービーですから、はい、うん、まあ、結構ね、ハードな感じあるんで ね。ちなみに長崎、ここまでもうずっと負けなしで流戦来てますけど、最後に負けた相手が仙台なので。あ、そうか。はい、これはちょっと面白いですね。ルヴァの新潟戦を除いてですね。はいはい、はい。第2節で、仙台が上で勝っているという。そうだね。はい、なので。まあ、ちょっとその時とね、仙台ちょっとまたちょっとね、うん、体質改善はちょっと上がってる途中なんでね。どうなるかね。そうですね。まあでも逆にあれなのかな。長崎だから、逆に、こうね、自分たちじゃなくて、うん、相手がこう主導権を握る状態で戦うみたいな、またね、パターンになるかもしれないしね。はい。あと、ちなみに、はい、明日、天皇杯の2回戦があって、はい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 、はい、一応同カテゴリー対決みたいなのもいくつかあったりもするので、はいはいはい、これ群馬対山口とかも、うん、はい、あったりしますし、天皇ですね、はい、あとは、うん、いわきと秋田じゃなかったかな、秋田いわきですね、あ、そうだったっけ、はい、そうか、なのでね、ちょっとなかなか全試合もこれはね2回戦とかだと見られないんですけど、確かに、はい、そうだよね、なので群馬と山口、これ2連戦みたいな感じに、これ中2日とか3日で2連戦なの、これ、そうですね、はい、まあ、出てくるメンバーは多分しかも同じスタジアムじゃないこれ、そうですね、これ正田醤油で、はい、こんなことになるね、珍しい、珍しいよね、ですけどね、はい、確かに本当だとか、どうカテゴリーするかな、岡山とどこだったっけな、岡山愛媛か、うん、そうですね、福島は仙台。はい。だから意外とあるんですよね。藤枝が栃木。藤枝栃木もあるのか。で、熊本が水戸。あ、結構ありますね。大分、鹿児島。結構ある。うん、めちゃくちゃありました。はい、九州ダービーね。面白いです。はい。結構ある、ね。という感じで、はい。はい、一方で、このね、はい、この中京大とか、
こう勝ち上がってきたね、あのこう猛者みたいなチームもいたりす確るので、ちょっと J2 勢は、あとはあのホンダ FC ですね、ホンダがあの甲府と対かに。ああ、戦そうなんだですけね。ど、そうだね。はい、まあ、天皇杯。長崎は讃岐ってあるんだね。あ、そうですね、J3 勢とのね。対戦っていうのもうん。多いですか甲府がね。ホンダか。そうなんですよ、ホ横ンの市は勃ダ起のね。はね、ちょっ千とな葉んがか、中は京い。大じゃない？千葉だあ、そよね。うです、はい。山形は相模原ってあるうん。し。うん。まあ、秋田岩城といかな。う、まあ、ちょっと面白いカードそうがね、いくですね。つかあると思うんで、うん。まあ、天皇杯もね、ここからうん。先、そうですね。こうね、アジアとか、まあ、もちろん優は勝っていうところをね、目い。指しうん。て、はい。そうまあ、去年でのロアッソもそうですし、おととしの甲府もそうですし、ね。うん。そうそういう大会ではあるので、はですね。うん。い。まあ、チームの状況にもあるだろうしそうですね、はい。ね。うん。まあ、人選もね、どうするか、ちうん。ょっと悩ましいと思います。という感じになっております。はい。はい。はい。ということで、うん。第19節終わりまして、はい。はい。で、あの、冒頭でも言ったんですが、まあ、ちょっとこの前半戦というか、夏までの振り返りは7月のその中断期間のタイミングとかで、はい、やろうかなと思っております。2週間空くはずなのそうで、だよね。2週間だね。確か、はい。だから放送回で言うと2回でいいのかな？だと思うんですけど、はい。なので、ちょっと振り返りとか、あの、質問とか、はい、なんそうですね。かいろいろちょっとやろうかなとは思っております。そうですはい。ね。まず、あれ、去年とか前半戦ベスト11みたいなやつなんだっけ？やってないんだっやりまけ？した。やりました。やりやっましたった。け？そうはだよい。ね。そっか。そうだよね。まあ、その辺もちょっとやろうかなというところです。4月。はい。了解です。はい。早いですね。はい。もう後半戦ですよ。もう今もう週末後か半ら。戦。早い。早い。早い。はい。ということで、来週は通常通り、はい、21時から生放送でお届けいたします。はい。あの、収録ですが、引き続き高評価、まあ、コメント、SNS への投稿など、ぜひよろしくお願いいたします。引き分けとかね、負けた試合でもちょっと見てもらえるといいでそうすでけすどね。ね。はい。そこだけでもいいんでね。はい。いや、でもなかなかそうはなんないんだろうな、でもな。これはね。い。見ていただければと思います。はい。では、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ではまた来週お会いしましょう。はい。さよなさよなら。ら。